カステラ。できたかな。あ、ヨウさんいらっしゃい。音悪いな、なんか今日。あ、ロコウさんこんばんは、いらっしゃい。あ、マルさんいらっしゃい。早いですね。さあね、USA というか UA なんですけどね、プレゼントするのはね。この間クロイちゃんとね、これ動画撮ろうかっつって言って、デッキ、組んできたデッキと戦ったんですけど、ちょっとあれ、きついね。あと、でも、ちょうどいい感じ。いや、悲願を組むって言ってたのね、白菜さんで、結構構築で悩んでみたいですよ。あと、ベアトリージェがまだないんでね。はい。こんばんは、アガスタンさん、こんばんは、いらっしゃい。いつもありがとうございます。てか、机の上が汚い、これ。確かにね、これ。今日、悲願とやってボコボコにされました。マジか。悲願なんか強いらしいね、今、すごい。もう、一強なんでしょ、悲願。あ、こんばんは、アリベさん。アライブさんと、すいません、読み方書いてくれると、その通り読みます。こんばんは、いらっしゃい。MM と、ミカドとヒガンツ、MM ってみんな言うんだね。俺、エンタメージエンタメートって言ったら、MM だよって言われて。ね、ラスター P がない僕は一体どうしたらいいんだろうっていう。ミカドの方が強い気がする。あ、なんかヒガンの方が強いらしいよ。卵さん曰くね。結局、エクストラをかませなくても動くって言って、それで強いんじゃねっていう。言ってたけど、どうなんですかね。初手もらった方が強いですよ。まあそうだね。あ、今日はちょっと、どっちでも大丈夫です。じゃあ、アリベさんで、よろしくお願いします。なんかいつもこんな感じでね、雑談に近い放送してますんで、なんかコメントしてくれればね、どんどん拾うと思います。多少関係ないから誰でも大丈夫ですよ。まあ後で拾う場合もあるんで、聞いててくれれば。はい。まあ重要なお知らせとしましてですわね、今日、まあ USA じゃない。UA プレゼントの、総まとめ、どういう感じでやりますよっていうのと、いつが引き見限ですよとか、こういう注意事項ありますよっていうのと、まあ、もう一つね、重要なお知らせはね、これ多分週末に、動画として上げると思います。はい。なんで僕は一切今日は、脇道にそれずに頑張って遊戯王の話していこうと思います。頑張るぞっつって。だから今日はね、もういつもみたいな脱線したりとかしない。下ネタとか一切言わない。女の子が聞いてるかもしれないでしょっつって。はい。USA プレゼントですか。USA はね、でかすぎるね。アメリカンだからね。はい。ヒガン使ってるんですけど、エンタメージ、あ、MM でいいや。めんどくさい。MM は無理。ミカドは 50-50 ですね。MM? どうなんだろうね。あ、でもなんか今、ヒガン実際使ってる人からすると MM がきついと。ヒガンって当たったことが今のところないからな。なんともいないんですよね。ここでね、コラボで対戦しますよって言ったら、たらまあ、実際見せれるんですけどね、残念ながらウェブカメラがないです。はい、ゴーストリックで行く僕までゴーストリックだったのかよ。ゴーストリックか、割と今ゴーストリックって悪くないんじゃない。なんか裏趣味にどんどんしていくの結構強いんじゃないですかね。一切そして話を聞かない、求心外心シールズというね、なんかあざとうとだけは、あざとうと何でしたっけ、その元のやつだけは唯一よく MM に入ってますね。 MM か。あ、ゆうさんいらっしゃい。どうさんどうも。はい。いらっしゃいませ。はい、遊戯王の話してます。なぜかと言ったら今日これ、今週金曜日に上がる可能性があるからです。ちょっとツイッターのメッセージが来てるんですけど、今、返せないんですよね、これ。タブ使っちゃってるから、これ。僕も悲願相手に裏守備できたら自戒してくれるから、あ、ゆっくり飛行しゃべんなきゃ。いけるかなと思ったらダメでした。あ、そうなんだ。悲願って裏守備、てかフィールドから墓地に行っても効果使えるの、あれってナイアルラですね。そうそうそう、ナイアルラね。今ナイアルラ割といい値段するんでしょ。墓地に送られたら使えますね。あ、そうなんだ。じゃあフィールドからがもういけるのか。強いね、普通にね。あ、とりあえずコラボ OK にしたんだけど、黒井さんが来てねって言っといたけど、あの人来るのか。あとは、まあ、卵さんが来れそうなら来ると、言っておりましたんで、まあ、そのうち来るかもしれないです。塾から帰還。あ、お疲れ様です、塾。頑張った？ちゃんと勉強した？まあ、受験生らしいですからね。頑張ってください。こんばんはです、こんばんはです。ゴーストリックは他のゴーストリックがいないと召喚できないのが辛すぎますね。初ターンで動けないのは罪です。まあ、そうだね。で、ワンキル力もないから、ちょっときついよね。基本的に相手の動き止めていくっていうか、ロックしてっていう、昔のミカドみたいな動きに近いから、新帝王を張ってとりあえず動けなくするぜっていうのに近いからね。ちょっと厳しいかもしれない。あ、カリネコさんね。今日の放送は、後でラジオって言って、今週末動画にする予定ですんで、僕絶対変なこと言わないよ、今日はっていう。ね、脱線もしない。ちゃんと遊戯王の話だけします。
ね、なんで今週これが動画として上がるのかって言ったら、先週間違えて、上げる作品間違えてね、もうストックがないからです、動画の。ね、UA の解説っていうか、デッキ紹介動画でも上げようかなって言ったんですけど、ちょっと、ね、ちょっと諸事情で撮影がうまくいかなかったんで、まあ来週以降孤独のデュエルっていうタイトルで上がる可能性があります、そっちは。ね、編集を黒井さんがするんで、まだ編集終わってないっていうことですんで、今週上げれないっていうことで。フラグ回収かな？まさかそんなベタなこと僕はしませんよ。ね、フラグ回収しそう。すごいね。俺の信用のなさすごいね。もうナックルボーラーかよってね。あいつもう今日はストレートも投げれないぞ、みたいな。まあなんか、もっかみんな、悲願を考えてるのは。まあ、帝はサイドで対策できるしね、あれは、簡単に。なんかそのせいで今、生贄封じがすごい値上がってるんでしょ。どこの地域は100円ぐらいです、仮面。マジか。いいな。生贄封じ、実用化の時代。うん、そうそうそう。ノイドにも刺さるからね、微妙に。ノイド効果使うときに、基本的にリリースしなきゃいけないんですよ、あれ。なんで、微妙に、ノイド対策にもなったりするんですよね。まあ、打点で超えられちゃうとちょっときついんですけど、あれは。50から100円くらいです。マジか。今なんか近所の店だとすげえ値上がってましたよ。ケネフジ。買い取りがだって2、300円だったもん。まず。マジェにも使えますね。あ、そうそう、マジェにも使えるんだよね。あれもリリースして発動だからね。確か。あとヒーローが生き残る道は群雄割拠しかないっていう。ノイドはバック壊す力強いんで仮面貼って回してたら簡単に剥がされてボコボコでした。まあ、それはあるね。連中はまずバック割ってから動いてくるからね。かといってあれのために鉄壁積むのっていう話でもあるしね。まあ、デカトロンが来なければワンチャンって感じだよ。まあ、名推理とかもあるけど、デカトロンが来ちゃうとちょっときついんですよね。ノイドは普通に強いもんね。近所ではミカドストラクが出る前が値段ピークでした。200円から400円とかだったのに、今はね。あ、そうなんだ。でもサイドボードとか今すげえ積まれてるんでしょ？生贄封じ。あんま聞かないの？ちょっと待ってよ。調べてみようか。レート調べようか。まあ、どうせ適当なデッキレシピ見れば、今、レート見れるでしょ。今、今日9月24日なんですが、現在時刻の、あったいけねえ、の、レートが、うわぁ。あー、ノーマルの平均価格が、ショップ価格が500円ぐらい。レアで800円ぐらい。で、ウルトラで800円。パラレルで1500円ぐらい。ノーマルの一番安いお店は120円だけど、いきなりその上が一気にバーンって上がって400円とかになってる。多分値段対応できてないんだろうね、ここ。高い高い。いや、だから今、だから値上がってんだよ。だって必死に買い取ってんだもん。まあ、ノイドっていうか多分ミカド対策なんだろうけどね。あとはまあ、ネクロスも確かリリースだったから、あれもワンチャンいけるんじゃない？ノイドのバック破壊ってなんだろう？ギャラクシーサイクロンとか。基本的にデカトロン出して、何でしたっけ、ルキフグスだっけ、なんかバックを割れたりとかできるやつを使って割ってく、来たりとか、デッキに戻したりとかしてくるんですよね。あとはまあ今だと、まあギャラクシーサイクロンとか、何でしたっけ、この前のエクストラパックで出た、トラップでバックがないと手札から捨てれるっていう、なんだっけ、名前が出てこない。ハリケーンじゃない。ハリケーンが戻せるやつって今禁止だもんね。なんだっけ？グッサラパックに入ってた、なんか、台風。そう、台風。台風もいけるよね。あれ、基本的に、ノイドも、あんまバック張らないもんね。今も。まあ、煉獄の虚無とか使ってりゃ別なんだろうけど。なんかあんまり魔法トラップに依存しないイメージ。まあ、周りで使ってる人がそういう使い方なだけかもしれないけど。ノイドガチ構築研究してたんですけど、いろんな人が汎用ランク4使う人が、多いですが、僕は使ったらまずランク4が出ないんで、ゾルキン使った方がいいかなと思います。けど、豆腐さんはランク4入れるか、ゾルキンセットどっちが強いと思います？そもそもエクストラは使わない方が強いんじゃないですかね。か、まあ、使うにしても、バニラのランク4とかを出して、とかっていう方が強い。で、バニラだと、あいつらって効果モンスターのレベルとかランクを参照するんで、ジェムナイトパールが立ってても、あいつレベルとかランクに換算されないんですよ。だから、なんだっけ、モンスター相手に2発殴れるやついたじゃないですか。モンスターと戦うともう1発殴れるっていう、なんでしたっけ、インフェルノイド、アルスマグナじゃない。そんなかっこいい名前じゃないね。なんだっけ。そうそう、アドラメルク。アドラメルク、ジェムナイトパールっていけるんですよ。で、これでワンキルできるんですよね。確か。あ、メルクね。そう。破壊はアストロスで、裏尻で戻すかしらいたん。その辺の名前が俺、把握できてないんだよね。
ルキフグスとかあったわ。自分が使うと基本墓地に行って除外される役割だったから。あ、そうなんだ。ノイドは結構使う人によって戦い方が分かれるからね。そうなんですよ。なんかノーマルはあれ参照しないって言われて、俺も使われてびっくりしたんですよね。アドラメレクね。はい。そうですね。一時期セイワンノイドとか組もうとしました。でもなんかそのエクストラから出した方が早いっていうので、それでっていうのが多いんですよ。メレクでした。すげえ。じゃあイグナイトノイドとか。イグナイトと組ませるよりはノイド順で組んだ方が多分強いんだと思います。早いからっていうのが。基本的にノイドは名水流って墓地肥やしながら、墓地を肥やして有利を取りたいんで、ノイドを入れちゃうと名水流打った時にノイドが落ち、当たって出てきちゃったりするんですよね。で中途半端に1枚目とかでインフェル、じゃあイグナイトのなんかレベル4の、とか、ドラゲナイ、ドラゲナイじゃない、ドラグ、ドラゲナイじゃない、なんだっけあれ。もうダメな、把握できてねえな。ドラグノフか。ドラグノフでしたって言ったらちょっと悲惨なんですよね。あ、そうそう、ドラグノフ、ドラグノフ。マルフィさんありがとう、ドラグノフね。ロコモさんありがとう、ドラグノフ。君ら早いね。前に言ったけど、人間の記憶力ってニューロンっていう物質が多ければ多いほど、多ければ多いほど、こう、記憶力がいいとされてるんですけど、そのニューロンが、過剰にある人はすごい記憶力があるんですね。よく言うと自閉症の人とかは結構ね、そう、ニューロンっていうのが多くて、記憶力がすごいいいんですよ。代わりに喋るのがうまくできなかったりするんですけど。ね。僕は、要は少ないんじゃないか、ニューロンが。はい。魔導雑貨、イグナイト使い。あ、そうなんだ。マルユさんね。魔導雑貨商人とかどうですか？魔導雑貨商人ってどういう効果でしたっけ？ニュートロン。あ、違う、ニューロン。でもどっちにしろ万有引力を発見しそうな名前ですね。イグナイトとノイド使いです。あ、そうなんだ。ロコオさんはそうなのか。イグナイトみんな好きだよね。あれコンボしやすいしね。雑貨楽しいっすよ。僕喋るのも記憶するのも苦手。マジか。あ、俺も両方苦手ですよ。あ、友達。俺たち友達。魔法出るまで墓地。魔法が出るまで墓地に送るやつ。魔法回収できる。へえ、そうなんだ。リバースした時に、あ、リバースモンスターなのね。魔法トラップが出るまでめくる。へえ。でもノイドって魔法トラップいっぱい積むから、あんま良くないんじゃない？そうでもないの。あとはリバースだと雑貨商人が場に残っちゃうから、レベル調整しづらいっていうのが、やっぱあるんじゃない？まあ、ノイドを使ってるのが俺、卵さんだからね、周り。卵さんと白菜さんが使ってたからね。イグナイトノイドなら雑貨商人かなと思いました。あー、はいはいはい。どうだろうね。使ってみないとなんとも。あれ、罠回収したっけ？自分で言っておいて記憶が曖昧です。すいません。お、カリネコさん、ニューロン足りてないよ。受験生大丈夫？ジェネクスニュートロンズ。懐かしい。いたね、そんなの。てか、思えばさ、最近のストラクってさ、やたらと環境に入るよね。ラバゴとか積んでましたね。ブラスターが生きてたから。郵政の悪口は僕が聞こう。そうそう、郵政以外は全員入ってるんだよね、最近のって。だってまず、西岸のストラクって、一時期入ってたでしょ。西岸っていうか、西岸っていうよりは、西竜込みの西岸が一時期入ってたし、その後、西岸の次って何でしたっけ、ストラク。次回の DD でも環境入りいいっす。あ、そうそう、ワンチャンあんじゃねえかなと思って。ヒーロー？ヒーローだっけ？そうそう、ヒーローも入ってるしね。で、その次のマスペンも入ってるでしょ。じゃあ、シンクロでマスペンか。あ、そうそう、サイバーも結局ね、その当時若干入ってたしね。中堅ぐらいな、確か言ってたでしょ、あれ。セイクリットプレアデスが強かったっていうだけかもしれないけど。ノバデッキ、そう。で、パーツ単位で使われてたりとか、ね、ノバがインフィニティかませるための素材として使われたりとか。結構いろんな使い方されてんだけど、シンクロンだけは何も使われてないよね。そして銀河戦士の登場。そう、ギャラクシーソルジャーの登場ね。ランページとかインフィニティとか出て、少しだけ顔見せてましたね。そう。DD はすでに結果出してるから期待。ああ、そうそう。DDD もだから結局足りないパーツがいっぱい出るから、環境やっぱ入るんじゃねえかなと思って。シンクロン以外はもう全部入ってるよね。ヒーローなんか長かったよね。ミカドなんか速攻でしたからね。ミカドとマスペンなんかは速攻だったからね。速攻ガチ環境入りでしたからね。すごいよね、あれ。早いよね。ランページインフィニティ出てから来んだけど、なかなか強かったよ。あ、そんなのがあるんだ。あ、ランページってあれだっけ？融合モンスターだっけ？融合のサイバーのなんか、やつだっけ？三連だ！あの声で言いたいね。ヘルカイザーの声で言いたいね。ウィキではジャンドも妖戦獣と同じくらいと言ってましたから、地味に中堅ぐらいらしいっす。あ、そうなの？ね、そして、ね、何も聞かないジャックっていう。パワーボン、ランページ3連打。妖戦は CS に結構結果出してるんだよな。優勢多い。そうだね、優勢は全然引っかからねえ。
流星とかに結局取られちゃった。あ、録音さんありがとうございます。早い。あ、そうだ、3分前だ、もう。ありがとうございます。とりあえず今日はこの枠が終わるまでは続けようと思うんで、さあ、どのぐらい持つかなっていう。あ、できればコインいただけてありがたいです。はい、カリノコさんありがとうございます。ジャンド大会でインフィニティエクストリを出されて負けました。そんなのが、もはや恒例。はい、コインくいコインくれっつって。お賽銭くれっつって。寺だからっつ。クソ坊主すぎるよね。破壊層とかいうレベルじゃない。ジャンドでインフィニティエクさん。まあ、いけないこともないんだよね、確か。機械だしね、割と。クイックロン2体でオーバーレイツ。ああ、そっか、それいけるのか。それ、ね、あと1分半しかない。声足りない。誰かください。アクセロンとクイックでインフィニティはたまにやれるから。ああ。どうなんだろうね。俺シンクロしちゃった方が強いかなと思っちゃうんだけど。コンティニューコイン。言わせようとしないで。今日俺はもうクリーンで行くって決めてるから。あれ、アリベさんありがとうございます。DD はどんなのが出たらいいと思いますか？どうなんだろう。最初に情報出た時にちょっと回しただけだから、なんとも言えないんだけど、クリーン。そう、俺クリーン、いや、もう何言ってんの？俺いつもクリーンじゃん。もう、汚れって何ですか？アライブじゃなくてアリベなのか。そう、俺もアライブなのかなと思ったんですけど、どっちでもいいよって言われたんで、ちょっとついアライブさんって言いたくなっちゃうんですよね。アライブさんでいいのかな？下手にサーチ出したら地獄門が微妙になるんで出ないと思わないんですが、出るとは、出ないと思うんですが、とりあえず、まあ、個人的には地獄門が再録されてくれれば何でもいいよっていう。アリとプラスドルベ。文明がクソすぎる。まあ、5時はよくあること。あ、ありがとうございます。延長できましたね。皆さんのお気持ちで成り立っております。たまには坊さんっぽいことを。まあ、坊さんじゃないんですけど。ね、カステラですからね。これ、どの程度手を加えるんだろう、この放送。動画にするとき。どうなんだろうね、DD は。レイジングマスターズ再販。地獄も当ててね。プレモルうまし。どうなんだろう。まあ、DD ストラクで、まあ、売り上げがどうなるか次第は、結局のところ、なんだっけ、ジャンクシンクロンみたいなやついたじゃないですか。なんか、口パクしてる感じの。あれと地獄門が再録されるかされないかですよね。そうそうそう、ハウリングある。そうそう、ナイトハウリングね。ナイトハウリングですね。そうそう。ナイトハウリングと地獄門の契約書が入るか入らないかですよ。他はぶっちゃけどうでもいい。あとはエクシーズとかシンクロとかが新規であれば、もうあとどうでもいいよね。DD もマサイの戦士のおかげでワンキルルート増えたらしいです。あれ、俺もマサイの戦士最初見たとき、これ DD のストラクのためのカードなんだろうなと思った。でもなんかマサイはノイドにも一応入れれるらしいよね。ハウリング、ナイトハウリングですね。そう、ありがとうね。ペンデルメインのデッキになるって書いてあったよ。だから結局マスペンと同じで、一旦フローで落ちます。また帰ってきます。あ、お願いします。いってらっしゃい。ペンデラメインのデッキって言っても結局マスペンもペンデラメインのデッキなんだけど、シンクロエクシーズ融合全部一応使うデッキになってたから、多分あんな感じになるんだと思いますよ。回収カード出る、回収カード出るんじゃね、ペンデラムの。遅れました、こんばんは。あ、メガさんいらっしゃい。ごめんね、なんかね、リプライ飛ばしてくれてたのね。ちょっと放送始まっちゃったんで、返せなかったですから、タブレット使ってたんで、ね、結果悲願ですけどね。まあ環境トップはね。まあ、DD ストラクは結局、多分、マス目と同じように全部の召喚方法を使うよっていうので、新規がペンデラム多めになるんじゃないですか。今はペンデラム召喚しないよね。結局、ケイガンがいなくなっちゃったからね。ケイガンいなくなっちゃったんですか。まあ、制限になっちゃって、ちょっと周りが遅くなっちゃったから、なんか、生き残り方法を考えないとなっていう感じ。前みたいな回転力が大きくなっちゃったから。DD ね。DD はペンデラムしないでしょ。基本融合とシンクロでしょ。そこまで気にかけなくても大丈夫です。ありがとうございます。なんか、結構返せる時が限られちゃうんでね。味方で悲願踏み潰します。劣戦。パックとかできる。まあ DD は結局今ペンデラムカードが少ないから、まだ。だってガリレーとか、あの辺ぐらいしか、あんまいないでしょ。多分次のやつが、増えるんじゃない？ストラクで結局ペンデラムが増えて、それでペンデラムが使えるようになるのかなぐらいじゃない。パックとかで強化されてる感じですね。わかります。っていうか、社長のデュエル回数が少ないからね。ちなみに私はクトルフ・インフェルンティで飛行に3位入賞でした。おめでとう。というか、大会出るのすごいね、みんな。勇気あるね。もう全然だからね。スライム召喚って感じ。まあスライムがなんかすごい便利だっていうのは聞いた。そういえば、羽ボーキ再録はガセでしたね。そうなんだ。結局、何に再録されるんじゃねって言ったんだっけ。出たいけど金と時間がない。シンクロよりも、カエサルとかランク8な気が。羽レイダース。ぬるー。ぬえさんいらっしゃい。まあ、カエサル、まあ、そうだね。DD ストラクは少なくとも、まあ、新規に期待っていう感じじゃないですか。まあ、ドトーシーザーは多分再録されるんだろうなっていう感じ。
商品情報を見てたら多分確かデッキ枚数43枚だったんで、多分3枚がエクストラなんで、多分一枠あれで再録で残り2枚新規とか、次のパクシーズのパクですね、あのコラ画像、あ、そうなんだ、コラ画像があったんだ、シーザー多分あの8枠渡されてそれで勝てるよ、勝てますよ。ジョジョ大好き、次のミレニアなんちゃらとかに再録とかあるんじゃね、あ、仕事休憩あるんだと、もう大丈夫か、仕事中、仕事お疲れ様です。テル使われる日は来るんですかね、ワンチャン次の、ストラクで出た融合とかシンクロによっては来るんじゃない、なんかエクストラから何ランクのモンスター特殊召喚とか重ねて特殊召喚とかって言ったらテルワンチャンあるんじゃない、重ねても出せるよって言ったらテルワンチャンあると思いますよ。あ、ついでにまあちょっと後から来た人もいるんで先言っとくと、この放送この枠続く限り続きますけどこの枠で終わります。ね、要はあのどのぐらい延長できるのかなっていうのもありますけど、前回と同じ形式ですね。あの延長できなくなったら終了。はい、っていう感じです。あとまあ追加のお知らせとしましては、これが多分今週末動画として上がります。なんで今日はなるべく僕あの下ネタとか言わないようにするんで、皆さんもなるべく言わせないようにお願いします。皆さんありがとうございます。そうそう、あのなるべくね、僕今日僕クリーンだから。汚れって何ですか？汚れを知らない私。あ、皆さんありがとうございます。チーズ。あ、録音さんありがとうございます。私汚れとか知らないわ。あ、メガさんありがとうございます。そうそうね、もしかしたら女の子が聞いてるかもしれないでしょ。だから僕は絶対下ネタなんて言わないっていう、あのまあありもしてない妄想からあの今日はもうなるべくクリーンな感じでやっていこうと思います。はい、で UA のその頃情報を話したかったんですけど、今 DD ストラクの話をしてますっていうところです。テルがバニールだけでいるなら条件で壊れカードだ出そう。あー、テル自身がちょっと微妙なんだよね。シーザーの方が優秀なんですけどね。テルどうしたっつって、まあ、シーザー再録されるからいいんじゃね。要は安定のコイン孤児。それ以上はいけない。テルは今でも使われてるじゃん。アルティマ限定でさ。ファッツ。やめろ。俺に言わせようとするじゃないし、モルタを。チン5ですね。溜まりましたね。ありがとうございます。ちなみにテルは家として使われてるらしいよ。イエーイつ。シモルタ行ったら、アンカスデラに改名のやつ。パロディの、あの、ビデオにありそうですよ。でも、まあ、DD は結構夢が広がるね。多分環境に入れるんじゃないの、やっぱり自力も強いしね。テル、グレイの、また、懐かしいところを持ってきたな。グレイって今でも仮装してんのかな、危ねえ、脱線しそうになってる。いけないいけない。まあ、あとは地味に、ウィリアム・テル。なぜ喜劇作家。ゴッドハンドの方もそうですね。まあ、あとは、生贄、仕事中に変貌に紛れたエロ本を読もうとするクズ。何やってるんですか。あとはまあ、生贄富士の仮面が流行ってるらしいですよ、っていう話。ね、安い地域があったら、あの、今のうちに買っとくと、ワンチャン錬金術できるかもよ。なんか、一気に最近値上がったみたいで、あの、平均価格500円ぐらいまで上がってましたからね。次回の恒例と枠は何ですかね。次のパックってことかな。3000円前後してる。あ、そんなすんの？え、今は仮面じゃなくて、霧の王。霧の王って誰？パラレル3枚、ウルトラレア6枚持ってました。マジか。なんか、ノーマルでも500円ぐらいして、パラレルだと確か、パラレルだっけ？シクダカパラレルだと、なんか1枚1500円ぐらいするらしいですよ。まあ、買い取りだともうちょい下がるんでしょうけど。3000円前後して。デッキです。え？デッキ？霧の王ごめんなさい。あ、霧の王っていうのがあるの。最近の本ってすごいよ。表の表紙はわからないですよね。え？裏？見るんじゃない。やめるんだ。必ず、ホニャララが大きくなりますっていう、あの、雑誌の広告たまにありますよね。あの、昔、チャンピオンかなんかを指令に頼んで買ってきてって言われたから、買いに行って、なんか、表面がグラビアだったから恥ずかしくて裏面見せて店員に出したら、あの、必ずあなたの〇〇が大きくなりますっていうチラシだって、女性の店員にすげえ嫌な顔された。あの、研修中って書かれた、あの、ね、女性店員の顔が一瞬顔をしかめるっていうね。急いでバーコード早く通してほしいんだけど、あの、そういう時に限って通らないんだよね。研修中だから。新人だから。あの、僕そういうところにあの、コンプレックス別にないんで、って言いたくなるけど言えないね。霧の王は今が売り時。あ、そうなんだ。いいねいいね。錬金術情報はどんどん出してったらみんな嬉しいんじゃない？霧の王は、おう、落ちた。なんか落ちた。あ、仕事戻るね。多分ね、ポケモン。お疲れ様です。頑張って。DDD のストラクの恒例と枠です。あー、そうなの？霧の王？このまま脱線させるぞ。やめろ！まあ、脱線って言うと、これ脱線する流れだな。あの、みんな知ってるか分かんないけど、機関車トーマスってすげえ、毎話のように脱線してるの知ってます？しかもあいつらのずさんな仕事のせいで、ね、脱線するからね、普通に。全く同情できないんですよね、連中で。
キングミストか。そんなのいるんだ。ザ・バリアブルブック10です。登場した。二属性魔法使いの上級モンスター。ストラクは高齢と、ね。フォーさんが脱線。あ、トーマスね。フォーの本名は確かトーマスでしたからね。トーマスって時たま顔見ると怖いですよね。まあ、時たまじゃなくてもあれ怖くね。だって、灰色なんだぜ。顔。怖くね。あれの表情筋とかが動くんだぜ。怖いよ。普通に。フォー。なんかコンビニでトーマスラムネってあのトーマスの顔がついたラムネ売ってたけど、クソ怖かったもん。はい。まあ話脱線したんでちょっと戻りましょうか。で、今 UA プレゼント企画や、じゃあもう先にこれやっとこうか。文句言われちゃうから。はい。今カスデラでは UA プレゼント企画やってます。カスデラ、指導キャンペーンということでね、UA の、ごめん、誰だっけUA の誰と誰をあげるって言ってんだっけちょっと待って。スーパーレアとウルトラレア誰でしたっけ縛らねえな。あ、ファンタジスタね。あ、そうそう。ファンタジスタと、なんちゃらゼネラルも。1枚ずつセットにして、1名様にプレゼントということで。白菜さんのね、提供によって、こちらの方、プレゼントしたいと思っております。欲しい方はですね、うちのアカウントをフォローした上で、公式リツイートしていただければ、後に抽選によって、プレゼントしたいと思います。締め切りの方をですね、ツイッターの方で書き忘れたんですけども、今週末、9月の27日の日曜日まで、の応募とさせていただきます。これで、僕が確認した時点まででのリツイートの、リツイートされた方をですね、抽選で、1名様選びまして、そちらの方にダイレクトメールで、当選しましたということを、お知らせしたいと思います。一つ注意なんですが、ちょっとうちの動画チームですね、お銭の方がですね、全くないものですから、送料をお客様にご負担いただく場合がございますので、そちらの方を、ちょっとご了承した上で、ご応募していただけると助かります、といったところですかね。下手すると送料の方が高くなる可能性がありますので、その場合はなんか追加で、なんかね、お気持ち程度ですけども、なんか入れたいと思いますんで、その辺は、ちょっとお楽しみにしていただければなと思います。送料は、お前らが負担、送料が、しばからず、おぉ、タブ倒れちゃう。危ない危ない。高速な宣伝を、負担実際、ファンタジスタ、ファンタジスタ。なんちゃらゼネラル、なんちゃらゼネラル。フォローは豆腐さんの上がりよろしいですか？豆腐、高野豆腐、アットカスデラの方、フォローしていただければ OK です。可能であれば他のメンバーの方も、フォローしていただければ助かります。なお送料はお客様持ち、イエス。ジャパネット送料はお前らが、終幕かな？わぁ、まあ、終幕かもしれない。終幕はでももう、次の、プレゼントキャンペーンやるんで、そちらの方で使えそうですかね。どこの通販番組ですか？あ、うち、そろそろ通販番組やろうかなと思って。ちょっと稼げないから、動画だけじゃ。草、笑つ。週末ですかね。お前ら、俺、週末ばっかりだと思うなよ。チッス。あ、トモさん、チッス。今ね、やっと宣伝が終わったところなんで、これから遊戯の話しますよ。ちなみにですね、この枠、いくらでも延長しますが、終わった時点で終了です。続く限り続きますっていう感じですね。あと、プラス加えまして、この放送なんですけど、週末に多分動画として上がります。ということをご了承ください。なぜなら間違えてガンダムの動画を上げちゃったから、先週。本当は今週上げる予定だったんですけどね。あとプレゼント企画の動画とかも今週上げる予定だったんだけど、シルバーウィークだし、いったっつって言って、いっぱい上げちゃったから、ちょっとないのよ。コメントは見えない形ですか？あ、どうしようかね。そこ悩んでんだよね。みんなが見せてもいいよっていうなら、同時に載せたいと思います。じゃあ、さらにマリーもお付けいたしましょう。すごいでしょ？つって。マリンさ、気になって価格見にいっぱい出るんですよ、本当はって言われて、価格カードショップに見に行ったらさ、あれ100円いかないんだね。ひどいよね。じゃあ何の話題出しましょうか。まあこれだから僕動画に残るんで、僕普段とね、一緒で、僕一切下ネタ言わないんで、今日はクリーンでいきますよ。クレジットに僕らの名前よろしくお願いしますね、ゲスが。あ、前回のね、ルール説明の時も、思ったんですけど、クレジットしてほしい人がいたら、個別に、キャスに参加してた場合は言ってください。企画会議ですよ。で、この企画ちょっとやりたいんで相談乗ってくださいって言って、コメントしてくださった場合は、できればクレジット入れたいと思いますんで、希望者は、申請してください。リプライでもいいです。ルール説明の動画ね、ツイキャスの皆さんっていう風に、誰が参加してたかちょっと覚えてなかったんで、皆さんっていう風に表記しちゃったんでね。
希望者がいた場合は、報告していただければいいかなと思います。俺はいいよ、絞れたバンバン書く。やめろ俺クリーンだって言ったんだろあ、振りだよ。ダチョウクラブ的な振りだよ。こんばんは、あ、こんばんは、奥さんいらっしゃい。これ多分動画になります、ということで。あとはこの放送は、まあ、いくらでも延長しますが、終わった時点で終了ですよ。で、週末動画として上がると思います。ノーカットの予定なんで、僕絞れた一切言いません、っていうことです。僕、おなしゃす。あ、ロコウさんね。後でリプライ飛ばしといてください。ね、明らかにいないのに、明らかにいないのにいました。乗せてくださいってやめてくださいね。まあ、いないとは思いますけど、まあ、やめてよ。それはやめてね。ちょっと、さすがにそれは人気が、なんか筋が通らない。あと、まあ、ルール会議とかで、一切発言してないのに、乗せてくださいっていうのはちょっとやめてください。ちゃんと、一生懸命やってる人にね、やっぱりこう、頑張ってやってほしいからね。さっきまでシナンジュと格闘しました。あ、シナンジュいい機体だよね。俺も好きだったよ。ただ火力が足りないんでね、あれね。クレジットお願いします。まあ、後でリプライ飛ばしてください。お願いします。バルイさんね。後でリプライ飛ばしてください。ガスターさん、お願いします。後でリプライ飛ばしてください。これはオールですね。ちょっとは寝たいな。お茶、茶、のび太さん。の、エッチ。やったら動画になるなんて嬉しい。まあ、先週ガンダムをね、ガンダムというかシルバーウィークだって言って調子に乗ってね、動画を上げすぎたんですよね。UA を上げようと思って、撮影したんだけど、動画のレベルの、なんか、内容にならなかったんで、まあ、これはしょうがねえっつって言って。後日、孤独のデュエルになると思います。クレジットってクレジット支払いのことでしょうか。血にそんな金あると思うなよ。赤字垂れ流してる番組ですからね。まあ、スタッフロールに乗りますよってことです。クリーンとは何だったのか。クリーンだよ。俺、下ネタ言ったことない。汚れて何ですかサイコパスの計測装置で測られても、ね、クリーンなレベルですよ。さっきまで負け部やってました。チェスト使いでした。チェストって誰ですか。荒野さんは豆腐好きですか。あ、豆腐は割と好きです。湯豆腐とか好きだよね。なんか元々豆腐っていう名前でやってたんだけど。なんか後で豆腐だけだと、ちょっと他の人と被るし、なんか、つけるかって言って。じゃあ、高野豆腐ってあるし、高野のスーカーです。ね。別に、アイマスの杏仁豆腐っていうのを見て、あ、こういうのいいねって言ったわけじゃないです。豆腐の中でも何が好きでしょう。俺、絹ごしかな。麻婆豆腐とか湯豆腐が好きだね。でも、豆腐使った料理だったら。あと、味噌汁とか、豆腐入ってるとテンション上がるね。バサーゴ。あ、チェストなんだっけ。もうダメだ、俺、ガンダム X 見たんだけど。チェストブレイクだっけ。ハーミットなんとかだよ、確か、弟の方が。今日豆腐メニューだった。お、何だったのかな。チェストブレイク。イェーイ、合ってた。麻婆ありなら麻婆一択。麻婆うまいよね。豆乳。お茶って書いてある。ハーミットクラブですね。チェストが壊れてそうな名前。遊戯王の話。あ、遊戯王の話しようか。豆腐使いましたよ、ダメ人間。さあ、こちら豆腐を使いました、ダメ人間。さあ、こちら聞いてください。ほら、このツヤ、どうですか、このツヤ。遊戯王の話か。もう、結構、序盤で彼岸の話とかしちゃったよね。さて、ちょっと前にね、DD ストラックどうなるんだろうっていう話をね、こう、してしまったんでね。豆腐メニュー、豆腐のステーキ、豆腐のサラダ、豆腐の味噌汁、冷ややっこでした。豆腐しかね、ご飯とかしてね。ミカド語って、ミカドね、なんか、今回、あ、うちの動画としては久々に、ミスなかったね。それが普通なんだよって話なんだけど。まあ、遊戯王でミスないって結構大変なんですよね、あれね。公式大会とかでガンガンミスってるからね、ああいうのね。公式の動画ですら見せてるからね。まあ、あと遊戯王は人口多いから、なんか、誹謗中傷とかも多いからね、結構やるの大変なんですよね。遊戯王系の動画って。精神的にね。ゆえはなんと組んだら面白いですかね。あ、ごめん、ミカド語ってたか。ごめん、先にミカド語るね。その後ゆえの話するから。その後ゆえの話するから。待って、録音さん待って。コラボ上がりない。ちょっと待って。DD ドクロバットジョーカーとか、ある、パネーズ。DD 版ドクロバットジョーカーとか。あ、それ来るんじゃない?カステラナイトとか、エイリアスビュートのアルシア。やめるんだ、つって。やったぜ、つって。あ、エイリアスビュートは記憶に新しいね。ウィキに載ったんでしょ、なんか。ここのキャスで聞いたけど。ここのキャスつか、うちのキャスだよね。うちのキャスでリスナーの人に教えてもらったけど。なんか、あれでしょ、エイリアスとかビュートのウィキのページになんか、公式大会でミスがあったって載ったんでしょ。すごいよね。てか、だって遊戯王のさ、コナミだっけ?V ジャンだっけ?が出してる公式の動画ですらたまにルールミスってる時あるもんね。やったぜ、いいカードだ。かっこ半身に聞きました。そう、あれ、遊戯風に言いたかったんだけどね。俺、風間くんみたいなボイスじゃないから。ケブラーが必要なくなる。あー、まあ、そうだね。ドクロバットジョーカーみたいなの来たらケブラーいらなくなるね。
けど多分 DD は新しいドクロバットジョーカーみたいなやつで、多分契約書持ってこれるカードが来るんだと思いますよ。ケブラが必要になる。ウィキに書き換えられてエイリアスの敵にただしビューターを除くって書かれてる。ああ、それもあったね。あったらしいね。すごいよね。あ、あと3分でーす。これ延長できてんだっけ？ミカドの話をすると、まあ今公式大会とかで結構ミカド今流行ってるらしいんですよね。あ、すいません。アライブさんありがとうございます。トムさんありがとうございます。なんか、で、なんだっけ、大会レシピ、あ、ココさんありがとうございます。豆腐のステーキ。やめろ豆腐って言えばガンダム豆腐が俺すげえ、ね、毎回見て感動しますよね、あれね。面白いな。アメガさんありがとうございます。ガンダム豆腐買ったな。ザク豆腐。あ、そう。ザク豆腐をさ、超買いたかったんだけどさ、どこにも売ってなくてさ、絶望してたら当時働いてたところで新しく仕入れたよって言われて、ザク豆腐を大量に持ってきてさ、買う豆腐くんって言われて、買いますって言った。違うな、ザク豆腐じゃなかったね、その時。ビグザム豆腐だったんだよ、確か。ザク豆腐はなくって、ビグザム豆腐だったんだよね、確か。ババロワージュのなんか、クソまずかったんだけど。で、入れ物とかに感動したわ。ズゴックの豆腐一番良かったね。あれ、鍋物になんか入れるとすげえジャブローっぽくてさ、すげえかっこいいんだよ。で、話ずれてるね。チンコンテニューコイン、言いづらい。合格祈願。あ、受かるよ。お主受かるよ。頑張れよ。ビグザムの豆腐でかかった。あった。20個仕入れた。どんだけ仕入れてんだよ。ミカドってなんだっけ？あ、ごめん、ミカドの話とか。なんか、ミカドのレシピ見てると、なんか、どうなんですかね。俺が見てるとこかもわかんないけど、やっぱノンエクストラ多いですね。なんか、ノンエクストラとエクストラ入れてる、なんでしたっけ、サイフレームとかで吹っ飛ばすタイプのデッキが、2タイプいるみたいですよね。まあ、個人的にね、ミカドにエクストラ不要っていう、帝王。こんなに悲しいならエクストラなんていらないっていう、なんか帝王スタイルでね。北斗の剣スタイルで僕は行きたいんで、ミカドエクストラなしのやつをなんか作ってるんですけど、なんか爆発力的にはやっぱりエクストラ入ってる方が強いらしいですよね。うん。新帝王の方はロック、爆発力のエクストラ入りみたいな感じですね。ザボログはザボログ消えるのが弱い。まあそうだね。ミカドってジブリ映画の、顎がクソ長いやつ？それは違うやつだ。そっちじゃない。かっこいい。俺暇だわーっていうポーズしながら余裕ぶってるやつね。エクストラ入らないけど、ザボルグが回らない。切腹艇入ってない構築多いですよね。まあ、結局ザボルグはね、まあ、うん、難しいからね。ドック力強いのがノーエクストラで、除去強いのがザボルグエクストラって感じ。まあそうだね。そもそも出させないのか、エクストラ除去るのかっていう2種類の考え方ですよ。トゥルーリンフォースって入るの？あ、入る。イデアとかを呼べるんですよね、あれ。イデア特殊召喚して、さらに特殊召喚したイデアの効果で何かっていう場も作れるんで、ワンキル対策にもなるし、サイクロンとかを、領域と、新帝王領域じゃなくって、そっちのバックに使わせて、チェーンでリンフォースとかっていうと、場にモンスターを残しつつ、相手のサイクロンを1枚消せるから、強いんですよね。逆にイデア以外出せたっけ？イデア以外出せないです。今のところ。逆に、イデアがデッキにないとやばいんですよ。だから。うん。ルール上エクストラがないと不発で終わる。ああ、そうなんだ。投入からの投入。もう投入しかねえ。逆にイデア以外出したっけ？出せます。出せないですね。竜が、ミネ、で、え？ごめん。ミカドのスリーバーあったらつけようと思ったけど、竜がミネ、え？これなんだっけ？デュラララララ？スリーバーあったらつけようと思ったけど、存在してなかった。デュラララララのスリーブってあったっけ？てか、デュラララだっけ？これ。イデアだけど、イデアが強い。うん、イデアが強いですね。バニティデビルをアイテールの効果で特殊召喚する人いますよね。怖いっす。あ、そう。だから、動画出てたけど、虚無魔人、まあ、バニティデビルでしたっけ、あれ。とか、あの辺の魔人系を出すのもすごい強いんですよね。デュラララララ笑った。俺見たことないんだよな、あれ。面白いの。イデアからのエイドスっていうコンバやってます。まあ、それが一番、通常召喚イデアっていうんだったら、エイドス呼んでくるしかないんですよね。だから、で、トゥルーリンフォースで呼ぶんであれば、ミトスかガルームが一番強い。ミトス、ガルームか、邪帝系の、過信を出すと強いんですよね。だからどっちにしろ残ると強いんで、モンスターが。破壊したモンスターが光属性だったらエクストラの墓地を送れるって効果でしたからね。あ、そうだ、そう。てか、お互いに送れないとダメなんだね。久しぶりに東方以外のスリーブ買いました。マジか。俺、スリーブなんか、どうだろうな。俺のサエカノの限定スリーブとダンマチのスリーブはなんか最近売ってて手に入ったな。おかげでスカラになったからね。
ずっと探してないって言ってたけど、なんかあったって言って。エイドスの墓地回収ってスペルスピード2なんですね。え、そうなの？空いてたんでもいけんのあれ。ちょっとね、レボス、エイドスの墓地回収？エイドス？エイドスは回収ないんじゃね？うん、あ、ごめん。つもくなっちゃったね。エイドスは特殊召喚じゃないですかね。ザボロゴは昔フォトンもトークン、ごめん、ちょっと待って。進みすぎてちょっとやばい。ザブロが昔フォトンもトークン作成から出すのが多かったですね。あ、そうなんだ。写真はガルーブかラングローブ以外あまり入ってない感じです。なんか人によるみたいですよ。俺とりあえずちょっと中身、ガルーム入れてたけど、今中身があってミスラと、なんか闇の化身のやつにして1枚ずつ入れて、あとはエイドスとイデアにしてるけど、丸の×も私のゴチでした。マジか。YouTube 始めたきっかけにトップさんにプレゼント。ありがとうございます。攻撃800、守備1000のやつ回収もありますよ。回収ありますよ。回収？特殊召喚じゃないの？エイドスだよね。あ、エレボスね。エレボスか。エレボスね。エレボスは帝回収じゃね？これ意味わかんねえの。エレボスからエレボスいけるんだよね。俺の効果で俺を回収って言えるんですよね。強くね？で、後日回してて、びっくりしたのは空いているからさ、エレボスも出せるっていうのが一番ビビったよね。エレボスとエイドス間違えたんか。あ、そうだね。特殊召喚当たった。そうそうそう。ミスラもトークン生成が、被害点に効くかと、ちょっと考え、使えると思ってたんですけどね。ああ、俺もそれちょっと思ってた。被害名称以外がいるとね、勝手に死んじゃうからね。あれ、どれがどれする人？もはやわからない。名前似てんだよね、今回に。エレボスがミカドで、墓地にいるとミカドを回収する人ですね。エイドスが アドバンス召喚の権利増やしつつ、墓地から除外すると、墓地の過信を特殊召喚するって効果ですね。イデアさん、エイドスにミスラ1で回してるけど、ミスラをエイドスに変えようと思ってる。エイドスね、2だとたまに足りなくなるんですよね。エイドスを3にしてもいいかなと思ったけど、ミスラも欲しいんだよね。初手で、エイドスだとちょっと弱い時あるんだよね。召喚して効果が通らないとアドマン召喚できないんで、召喚権をね、とりあえずエイドスで使っちゃってる場合が、使っちゃって、そこにベーラー打たれたりすると、ちょっときつかったりするんですよね。紛らしい名前にしたコンマイが悪い。ミカドストラクって買いなの？あ、買いですよ。あれ、3箱で普通にでき、組めるんで、全然強いですよ。安上がりだし、3000円でぶっちゃけ組めますから、あれ。本当に必須カードが全部入ってるんですよ。あと、せいぜいクライスとか、増援とか、オロマイぐらいを買い出せば、もう全然デッキになりますからね。あと、ちょっと上級ミカドが入ってないんで、エレボサイテール以外入ってないんで、ちょっとその辺は好みで欲しいかなって感じ。で、オンジャテが今値上がっちゃってるんで、狙い目は、オンジャテとザボルグは値上がっちゃってるんで、個人的な狙い目は、ゴーエンテ、バクエンテだっけ？バクエンテか。バクエンテ、テスタロスが狙い目なんじゃないかなっていう。ハンデス最強じゃねっていう、俺の勝手なイメージ。とにかくミカドストラが強いんで買いですよ。で、アイテールが、なんか初回得点なんじゃねえかっつって、いるんで、買えれば早めに買っといた方がいいと思います。てか、ミカドストラクをほとんど使ったデッキが今、環境に入ってきてるんで、ミカドちょっといいかなと思ったら買ってみるのもあると思いますよ。あとはなんか古い知り合いとかに勧めるのもちょっとやりやすいしね。ミカドストラクのなんか新しいの出たからやってみないっていう。クライス出すのもあり、クライスのもありですね。フィニッシュしやすくなるんでクライスいると。ドローさせちゃうから弱くなるんじゃねえと思ったけど、今の遊戯王って結局ワンキルできれば勝ちなんで、その単中に。ね、相手のバックがいくらあってもとりあえずそれ割っちゃえば勝ちなんでね。アイテールで次出すミカド疑似サーチ。それもできるし、そもそも28打点が2体並んでるって結構脅威なんですよね。エレボスがボスでエイドスがドスや、混乱。大丈夫か？エイドス、過信。エレボス、明帝ですね。多分もうちょい間違いません。まあまあ勉強で疲れてるから、しょうがないしょうがない。まああと自分で使ってなかったら忘れるからね。爆炎、そうそう、爆炎って。レプテ集め始めました。マジか。ミカドは結構好みが出るからいいよね。テストロス強いけどレアだから上がりきらない。うん。だ今のうちに集めといたらいいと思うよ。結構売れてるみたいだから今、バック炎帝は。あとはまあ、オンジャテが結局バックを除去しつつっていうのができるもん。2枚除去、バックを除去できたりとかするから、今、やっぱオンジャテは強いみたいですよね。相手の手札見れるのは強い。そう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 。でもまあ、見れなくても少なくともハンデス1枚入るから、普通に強いんですよね。意外とね、ハンデス1が今辛いんだよね。味方発売日に買ったから、アイテールが初回得点だったらめっちゃ嬉しい。なんか、アイテールだけ、なんか得点っていう形らしいんですよね。デッキの正式な中身じゃなくて。プライスは相手さんにアイテールで出して妨害。それもできるしね。そうじゃなくて、打点で超えれねえなと思ったら、
ザボルグとかエレボスとか、テスタロスとかガイウス、オンジャテガイウスの上級ミカドの方を出して28打点2体並んでる場っていうのを作ると意外に突破できなくて相手困るんですよね。相手エールついてないのなら買わないっつそれはね、多分箱とかに書いてあると思います。羽ぼき足らないな、これ。羽ぼきいらないんですよね。味方好きね、羽ぼきいらないんですよ。なんか大会勢のレシピ見てても、サイドボードには入ってたりするけど、メインに入ってない人多いんですよね、今。あった方が便利なんだけど、別になくてもいけるんじゃねっていう。オンジャは彼岸の火球2枚飛ばしたら勝ち。うん、火球とにかく除去って言ったら強い。ただ、そっか、彼岸相手にも強いってことね。そう、彼岸相手にオンジャが強いから、多分今、オンジャの採用率が上がってるんだと思うんですよね。未だにプライマルオリジンが私の近所に売ってましたので、明日買ってきます。ああ、うん、いいと思うよ。なんかすごいとこだと、オンジャ帝の祝3000回取りらしいからね。なでなで。間違いないと書いてもらう通り、ありがとうございます。いや、間違いない人間なんていないから。いいんだよ。で、だから誰かが間違えた時に、そこで攻めるような態度取っちゃいけないよっていうことね。自分も間違うんだから、相手は間違えて当然って思うのに。ただこれを間違うとまずいよっていうことでは、ちゃんと怒った方がいいと思うけどね。筆頭さんに質問なんですが、ミカドって彼岸に対してどう思いますか？てか彼岸って何？バーニングアビスっていう海外の、やつが日本訳で、彼岸っていうタイトルで来ました。海外で猛威を振るってたっていうので、日本でも注文されて、実際日本でも今猛威を振るってます。デッキ販売、構築済みデッキの販売価格がだいたい2万円前後です。それマジ？なんか今ね、公式、今なんか大会記録とか見てると、ハーピーをメインに積んでない人も多いみたい。結局バックに依存しないデッキが増えたっていうのもあるんだと思うんですよね。マスペンとかもそうですけど、あんまりガンスして待ってるとかっていうんじゃなくてっていうのが増え始めたんで、それでサイドボードっていうのも、うん、ありになったのかなっていう。バック踏んだら弱いから入れたいけど、彼岸いるからサイド。まあそうだね。羽ぼきはサイドから仮面、暗話、割りを。そうそう。結局、帝が、生贄封じの仮面にクソみたいに弱いんで、それを割るためのカードがちょっと欲しいよねっていう感じ。オンジャテって何のパックで当てたんだっけ？なんかプライマルオリジンなんじゃねえかって話が。シークレットオブエボリューションですね。どれだっけ？シークレットオブエボリューションって何が表紙のやつ？プライマルは爆炎。そうそうそう。ごめんね。これどれ？シークレットオブエボリューションって何だっけ？ルーンアイズが表紙のやつ？ごめん、ルーンアイズって来ている。ありがとう、マルユさん。爆炎は3あったけど、過信は全くないな。爆炎はね、2枚積めばいいですよ。過信はね、全部入ってます。過信と過信、ミカド組むのに必須の魔法トラップは全部入ってます。今回、ストラク、俺もそれでびっくりしたんだよ。てか、ソルチャとマスマテも入ってるからね。ただミカドで使わないっていう欠点以外は完璧ですよね。ソルチャとマスマティ、サイロバ。列戦とか、新帝王領域とか、新音とかも全部入ってるんで、基本的なパーツは大体揃ってますよ。うん。中身発表された、これは安いなと思って、俺も予約しに行ったもん。ちなみに私もシワネタは苦手ですのに、皆さん言わないようにしましょう。おう、振りかな？彼岸はゴッドバーみたいなのなんで無限回収するのが強いです。わけがわからないよ。彼岸があんなに罠積んでんのに。到達彼岸怖いです。相手の札展開に邪魔って意見もありますからね、羽ぼき。まあ、そうだね。父さんのおすすめするカードショップ教えてくれませんか？うちの近所まずカードショップ少ないからな。アニメート系のカードショップ名前なんだっけ？アニメート系のカードショップあるじゃないですか。あれはポイント還元率すごいんでおすすめですよ。なんだっけ？100円で結構、なんか結構ポイントいいんですよね。アニメートと同じでポイントいいんですよね。名前なんだっけ？アニメート系のカードショップ。なんだっけ？プライマルは爆炎。そうそう、プライマルは爆炎ね。ごめんね。プライマルオリジンは5円です。ごめん、爆炎です。ルーンアイス、ルーンアイスありがとう。発動してもチェーン組んで上乗せで使ってきたりしますから、永続罠のやつも使う人限られてますし。だから、ハーピーが効かないんだよね。味方ね、新規なんで僕には関係ないや、暗黒化使いの一言。万蔵さんいらっしゃい。今日の放送は、動画になると思いますよ。週末に。ノーカットする予定なんで僕は下ネタ一切今日言わないでクリーンでいきたいと思います。はい。使わないんですが、タンポポもありますよね。ダンディライオンもね、入ってるよね。ドラグニ TR はいつになるんでしょうか？DDD の次にワンチャンあると思います。味方の再録見たとき優勢デッキ R だと思いました。まあ、ダンディライオンとかレベルシーラーとか結構被ってるからね、パーツが。今の味方ってタイミング逃さないね。新規は逃さないですね。うん。爆炎帝とかはもうなんか、元のやつが逃すやつだと逃すみたいですけど。どこだ？アメニティドリームのことか、アメニティドリームですか？アメニティですね。アメニティドリームって何すか？一対一効果のやつの味方がどうしてこうなった？まあどうしてこうなったんですかね。まあ一番の先般は、あれじゃないですか、半身の帝王じゃないですかね。ほぼノーコスで、ハンド入れ替えができて、しかも墓地から除外すると好きなカードサーチしてくるっていう、
あれ、1枚でカード増えてね、おかしくね、頭っていう。アメニティドリームですか？あ、カードショップね。アメニティドリームってそうなの？アニメート系なの？おぉ。そんな名前だっけな？アメニティドリーム。え、アニメート系のとこってその、あくまでワンチャンね。近場にない。近場にないんだ。なんだっけ？アニメートグループ内の、カードショップなんですけど、なんかね、そこがすごい。カーラボ？あ、そう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 。カードラボ、カードラボ。あの系列はね、あの、ポイント還元ですごいいいですよ。うん。カードラボ、カードラボ。うん。遅かった。競争してんのか。いや、でも僕よりも、あの、みんなね、思い出すの早いですからね。優秀優秀。さすが若さはいいね。なんか、年寄り臭くなってきたな。そう、阪神がやっぱ、阪神と新芸が強すぎるね。最近、新規出たやつ。まあ、どんぐらい新規が強いか、あの、動画見てくださいっていう感じです。ね、トモさんなんかワンチャン組みたかったらちょっと動画見てみて、動画で使ってるカードはほぼ全部入ってるんで買い足す必要はないんで、でとりあえずまあなんか中身的にこれ良さそうだなと思ったらちょっと買ってみて、で追加で欲しいのあったらまあバラ買いしてくださいって感じですかね。かクライスとかが入ってないんで、まあクライスだけ1枚買ったらいいんじゃないですかね。ポスター一緒に作ったりしてたけど系列一緒やったんや。あ、そうなんだ。あ、そう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 。なんか俺も知らなかったけど最近なんか知ったらすごいね。リスナーと作る生放送。事故りたくないなら味方するんじゃない？しないよ。え、味方事故る？構築次第じゃね？とりあえず、僕はあの、まあ、試合数的にはそんな数いってないと思うけど、まあ、30回ぐらい回して、とりあえず事故、1回ぐらいしか事故ないっすね、今のところ。ちょっと調節してベーラーと G を入れてみた後に1回事故ったぐらい。変えればね、まあそうだね、今、環境に入っちゃってるから、売れてるだろうしね。逆にあのデパートとか、あのおもちゃ売り場がある電気店とか探すありますよ。うん、カードショップよりも。あのビッグカメラとか、ちょっと探してみたらあるかもしれない。豆腐、好きなの選んでいいよ。シオンかける3。で引いて、あ、いいカードだ頑張って風間ボイスが出したかったですね。安定ティルグって使われるの見たことないです。あ、俺もないな。てか、まず安定ティルグを覚えてる人が少ないと思うよ。下級だけ来ても死ぬ。上級だけ来ても死ぬ。まあ、半身が結局あるから、俺手札入れ替えできると思うんで、そんなに事故ったことないですね。エンタメとエンタメ時で事故普通に起こす俺には向いてないかも。そう？なんか、ハンド入れ替えできるから、俺そこまで、事故らないと思うんですけど、どうなんだろうな。ディルグ効果強いけど、相手で出したら遅いから悲しみ。まあ、そうだよ。沢渡り、好きなカード選んでいいよ。レッスン3枚。そうそう、それもできますからね。卵さんが帝はどう突破していいかわからねえつ。新規帝が入ってるデッキはどう突破していいかわからないって言ってました。そんなエグいことする沢渡さんは見たくないです。エンタメイト、カッコブ、エンタメ、カッコ物理。ディルグ効果強いけど相手で出したら遅いから悲しみ。まあ、そうだね、相手っていうか、今環境的には早い方が強いからね。初手ラスター3枚、晴れ冒気、違うわ、軽眼、眼差しとか、やらかすよね。いや、それワンチャンじゃね。まあ、強くはないけど、回らないこともないでしょ。とりあえず、ラスター2枚貼って、あの、眼差しで割れば。眼差しで割って、なんか、あの、魔術師系持ってきて、軽眼と貼ってっていう感じじゃない。まあ、反動が、いつもみたいなハンドアート稼げねえけど。心音2枚デッキに残したら、半身で好きなカード取れるのが強い。そうだね。そうじゃなくても、あの、心音プラス、欲しいカードプラス、なんか、純欲しいカードを選ぶと、相手クソ悩みますからね。とりあえず心音はないなって言って、他2枚のどっちかから選んでくれるから、実質2択で選んでくれるんですよね。安定ディルグは除外デッキで使えますよ。に震え声。そうそう、心音2枚も強いんだけどね。心音1枚でも意外とあの、3枚バラバラと相手すげえ悩みますからね。ね、劣戦さえ取らなきゃ大丈夫だろうって言ったら、劣戦はいらなかった時とかね、結構多いんですよね。あと、グランマーグも見ないですね。まあ、グランマーグは微妙だよね。あの、地属性の味方。まあ、グランマーグはちょっとね、使いづらいからね。主に使われてんのは、まあ、爆炎と、ゴーライテーと、オンジャテーなんじゃない？沢渡くん、少し自重したら、あ、なんか今週のデニスすごかったんでしょ？あの、クロイちゃんから聞いたんだけど、すごかったらしいっていうの聞いたよ。めっちゃ新規出しまくって、挙句の果てにあの、アンティークギア専用の融合カード使ったんでしょ？ラスター2枚やって、眼差し発動、ひぐるみサーチ、ひぐるみ、ミラスターセッティング。か、軽眼があるんだったら、俺別、普通に魔術してもいいかなと思っちゃうんだけど。フレッシャーエンドしかできなくね。まあ、ちょっと事故ったなと思ったら、まあそのぐらいで妥協するしかないですよ。まあそれが嫌なら構築自体ちょっと変えちゃって、事故りづらいような構築にしちゃうか。
周りで言うと妨害カードを全部抜いて回せるカードだけにしちゃうっていうね。まあそうすると今度相手が何かした時に全く止めれないから、それも弱いっちゃ弱いんですけど、まあどっちを取るかですからね。あとそのバランスですよね、結局カードゲームって。時短ガン回してもワンキルできれば勝ちっていうのにして、相手にターンが渡ったら負けっていう考え方にしちゃうのか、それとも相手の妨害してこっちの勝てる状態を作れるまで、延長するのかっていう。最上級ミカド追加効果使わないと弱いから下級の貸し入れないといけないのよ。あ、俺入れてないっす。別に追加効果いらないんで。てか、そもそも結局上級でも確か、下級と同じような効果持ってましたよね、大体。爆炎程度かな？いた。うん、別にいらないんで、普通に下級の味方と同じような効果は、すでに持ってるんで、24打点よりも28打点出た方が強いんで、と僕は思うんで、上級味方かな。で、あと、まあ、2体リリース要因を結構確保しやすいんで、今の味方は。あとはま、なんか、出しちゃった相手エルを早くリリースしたい時あるんですよね。で、で、エレボス効果か。エレボス効果で、相手エル戻して、もう一回次の相手ターンに出したいっていう時が結構あるんで、上級だとね、28打点を維持しつつ、さらになんかできるっていうので、いいかなと思うんですけど、ただ、上級ミカドばっか来ると事故ありますよね。あ、下級の家臣か。下級の家臣別にいらないと思う。まあでも、なんだっけ、オンジャテの家臣は結構強いよね。密かに。新温海岸震源。だいたい震源選んでくれるから、嬉しいんです。あ、震源来るとね、たまに嬉しいよね。なんか半身があると捨てれるし、そうじゃなくっても、デッキに戻してワンドローっていうのが、デッキ切れしやすいから、結構嬉しいんだよね、あれ。光と闇下級すぐ出るからいいのと、爆炎艇は追加効果なしでも強いのがでかい。まあそうだね。うん、光と闇だ、エレボスとアイテールは普通に出るし、爆炎艇はそもそも追加効果なしでもハンデス1枚で、当たれば200ダメージっていう、200×レベルダメージっていうのが普通に強いからね。フレシアマジェスタ。半身で3枚見せられたら時何を選んだらダメですか？参考にしたいです。それはね、これはね、ガチでね、そのプレイヤーの性格によるとしか言えない。その人がどういう考え方で選ばせてるかによるんですよ。結構ブラフを張る人は、ブラフを張る人もいるし、3枚全然関係ないようなカードバーって出して全部欲しかったりとかもするんで。どれ入れられてもいいなっていう時と、これとこれを選ばれるとやばいけど、やばいように見せないっていう顔をしながら出してくるっていう、ブラフ張ってくるタイプもいるんで、結構ね、その時の状況次第なんでね。すでに帝王の劣勢が手札にあるんだけど、劣勢をその中に入れたりとかするからね。プレイヤーによっては。あと、半身の帝王で除外して、半身の帝王を持ってこようとする時があるんですけど、あれ、実は選ばない方が良かったりするんですよね。手札に帝王の魔法トラップがあって、上級か下級の家臣が揃えられてない時がたまにあって、で、これでハンド入れ替えして揃えたいなっていう時がたまにあるんで、半身を選んできたら選ばない方がいいんじゃないかな。まあ、俺の場合はね。ブラフで選んでくる場合もありますけど。なんか半身を選んじゃうと結局半身、相手が1枚持ってたら半身から半身捨ててドローっていうのもできちゃうから。まあ、自分のハンドにサイクロンがあったら、新帝王領域を選んじゃえば間違いないです。うん、割れちゃうから。デッキに嫌われてると思ったんだけどね。全然、てか、魔術師系はね、基本事故らない。エンタメ、ドエンタメージとか、ああいう系は結構事故らないんで、今。揺れる眼差し3枚プラス魔法トラップとか言わない限りは基本事故らないから。大丈夫ですよ。風水1は追加効果ないと弱いんですよ。ああっちはね。でも使わないでしょ、あっちは。烈風艇ならまだ、笛声。サワタリ、俺カードに選ば。君は、ペンデラムに逃げたじゃないですか。一択迫ってくる人じゃないと多分プレイングないから。まあ、一択迫ってくるパターンはあんまないと思いますけどね。俺あれは動画の演出としてやっただけなんで。ね、こういう場を見せて、ほら選べよって言ったら面白くねっていうのであれやったんで。エッシャー、てんてんてん。エッシャーはね、むしろストラクにエッシャー入ったことがびっくりだったからね。え、こいつ入れんのって感じだったからね。そういえばなんですが、漫画の方で沢渡さんが新しい味方使ってましたね。マジで？え、味方使ってんの漫画の方。最初から魔界劇団だと思った。水使いたいけどエッシャーが弱すぎて。まあ、エッシャーは弱い。むしろ、入るんだ、こいつと。手札コストだとこちらを思いますしね。まあ、そうだね。でも、なんか、半身を選んじゃうと、また同じことされるんじゃねえかっていう恐怖感から半身を選んじゃう人も多いんですよね。あ、てか、半身を選ばない人も多いんですよね。あ、違うわ。まあ、でもこのターン打てねえから、つって言って半身選んじゃったりすると結構痛かったりするんですよ。新帝王なら新帝王でレベル下げる効果狙いで持ってくるときもあるよ。あー、それもあるね。
いやだから芯を2枚と持ってきたいやつ見せたら一択なんやで。まあそれありますね。ただ意外にね、芯をハンドに来るからね。妖怪のいたずらとかサイドに突っ込む人は現れないかな。一つだけのランクしか使わないと、MM とか一応刺さるんですけど。あー、まあそこをメタりたかったら、なんだっけ、不協和音だっけ、違う、不協和音じゃない、なんだっけ、音響戦士が書いてある同じレベル同じランクのモンスターを特殊召喚できないのってありましたね。あれとかの方がいいかな。デビルリアソング、デビリアンソング積まれてるんやで。デビリアンソングってなんすか。デビリアンソングの方が強いですよ。割られやすいですが、永続でレベルを下げる。あ、そんなんの。あー、それも嫌だね。割拠と御前じゃないの今。あー、割拠結構きついよね。ただなんか割拠は今タイトテーマ悲願とかだと割と悪魔族って統一されちゃったりとかしてるから結構きついんだよね。魔術師とかも結構魔術師だけで統一されちゃってるパターンが多いから、意外と割拠刺さんなかったりするんですよね。刺さんのが結構 MM ぐらい。MM とあとはまあ、ミカド系ぐらいじゃね。これか、デビリアンさん。落ちた。妖怪のいたずら。はい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 。フィールド上に存在する。通常タラップなんだね、こっちは。悲願にも刺さるからデビリアンさん。ああ、そうなんだ。心音から半身から心音心音持ってきた、なんかだったら心音って単位だから、その時心音の方がいいですかね。うん、その時は心音の方がいい。心音をもうすでに打ってたら心音を選んじゃえばいいの。そこがあるから意外に厳しかったりするんだよね、心音心音心音っていうのは。心音心音欲しいガードっていうのはね、意外のちょっと事故ってるわけじゃないんだけどいい感じでもないっていう時は、心音1枚しかハンドリーないとかっていう時があるから、帝王系の魔法トラップが心音1枚しかないっていう時はたまにあって、そういう時は心音スタートで、なんか持ってきてとかっていうパターンがたまにあるんで、もうなんか喋っててわけわからなくてしたぞ。大丈夫かな。エイドスとかエレボスとか使ってますね。粉底アンドマールレベル6。アドバンス召喚に成功したら墓地の、ありがとうございます。トムさんありがとうございます。レベル召、アドバンス召喚に成功したら墓地の魔法を除外して同じ効果を得る。こんな効果。あー強いね。で、除外しちゃえばね、イデアで回収できるしね、今の、ミカドだったら。イデアってのがいて、イデアっていう家臣が新しく出て、召喚、特殊召喚遂行すると、デヒから家臣一体特殊召喚するよって効果と、墓地に送られた時に、除外されてる帝王魔法トラップを一枚回収するよっていう効果なんで、普通に強いんだよね。そんなカードがあるってことを知らなかった人。あ、俺も知らなかった。神音使ってくれてるなら神音いたく。まあそうだね。使ってても、うわ、強い。まあ、その辺どれか入れとけばいいってことやね。まあ、そうですね。あとは、まあ、ヒーローが今、最近生き残る苦肉の策として、割拠とかは入れてます。割拠は入れてますね。エンタメージエンタメイトに対して、対して打つと、向こうはもうエンタメージ以外展開できなかったりするんで、魔法使いしか出せなくなっちゃうんで。ミカドはどのような、ぬる。これ、お湯沸かしていいかな、これ。後で。ミカドはどのようなカードに注意したらいいですか？どのようなカード、止めるところが多いんだけど、イデア出してきたら、イデア止めればいいと思うよ。とにかく通常召喚されたところを止めていけばいいと思う。イデア出して、じゃあ特殊召喚したいですって言ったら、イデア自身に、召喚権を増やす効果はないんで、イデアに対してベーラー打っちゃえば、そこで止まるパターンもある。イデアをサイフレームとかで止めればいいの。ごめん、サイフレームがどういう効果なのか俺把握できてない。とにかく、イデアとか、召喚権を使ったものに対したりとか、召喚権を増やすなっていうやつに対して止めていけばいい。ただ、相手ターンにも特殊召喚とか今できるから、そこをどうするのか。あとは、墓地から無限湧きするトラップっていうのが新しく出たんですよ。それとかいるから、意外に止めるとこ多いんですよね。止めるとこだから、墓地の帝魔法トラップをどんどん除外してっちゃうか、どっちか。リース元の方がいいんですね。なるほど。ずっと上級帝に止めて、上級帝を止めてました。場合によるけどね、上級帝を止めちゃってもいいんだけどね。まあ通常召喚止めた方がいいよ。まあ通常召喚したものを止めてった方が強いですよ。現状、アドバンス召喚権を増やしたりとかできるんだけど、召喚権を増やすことは今のところできないんで、じゃあノイドはミカドメタの可能性あるんですね。ノイドとミカドが戦うと、ミカドの方が若干不利。ただやっぱ、ノイド使いからするとミカドクソきついらしいよ。できるなら DD クロー取ろう。DD クロー握ろうか。DD クローはまあ握っといた方が。DD クローよりもまあマクロとか貼っちゃった方が早いんだけどね。ピンで除外してもあんまり意味がないんで。自分のターンで召喚権足りないからって相手のターンに使い始める帝だった。まあそうだね。だからきついんだよね。
ブレスも強いですよ。相手ターンでノーマル召喚、相手エリア。まあそうなんだよね。震源だけ除外したらいいよ。震源除外してもあんまり痛くないんだよね。むしろ震源から震源除外して出したりとかするからね。だから、震源ピンで残してる場を作んないと結構きついんだよね。うん、ブレイクスルースキルも地味にきついね。ただ、アイテール自体が2800だってあるから、意外にあいつ立ってんの辛いんだよね。あの、効果使えなくっても、そもそも2800でアドバン召喚したモンスターが立ってるっていうのがクソ辛いんですよね。ノイドってネクロスの時もそうでしたけど、環境トップをメタられたりできるから、環境中堅に残ってるんですね。なるほど。まあ、そうだね。ただ、メタられると弱いっていうのもあるんで、てかまあ、弱点がもう丸分かりなんで、あれ。あの、鉄壁離れるともう終わるんですよね。鉄壁と特殊召喚メタを出されるともう動けないんで、あれ。あの、デカトロンからなんとか除去っていくしかないんですけど、まあ、向こうも大体、あの、対策してきますからね。あとは、ワンキルできないのも辛いね、ノイドは。リンフォースからのイデアも止めれますし。あ、トゥルーリンフォースね。うん。まあ、イデア止めれるんだけど、そもそもトゥルーリンフォースはイデア出した時点で仕事を終えてるんですよ。てか、イデアが残ってるって状況が意外に強かったりするんですよね。止めたはいいけど、殴り殺される可能性があると。まあ、そうなんですよね。うん。ていうか、あの、アイテールを突破できなかったりとかするんですよね、意外と。あと、まあ、その、アイテールを出しました、じゃあ効果止めましたって言った時に、新手を領域とか貼られてると、アドバン召喚したモンスターに一応なってるんで、あの、エクストラ使わないで2800打点倒せるって話になってくるんですよ。鉄壁と特殊召喚メタは大体刺さったりするから、入れれるか怪しくね。あと、セイクリとダイヤですね。まあ、ストレがいなくなったから、ダイヤ採用率下がるから、ワンチャンあるんじゃないかなと思ったけど、やっぱりまあ、あと、リリースするっていう、リリースしないと、相手の場除外したりとか、相手の魔法トラップ止めたり、効果モンスター止めたりっていう、効果が使えなかったりするんで、効果が使えなかったりするんで、生贄封じが味方対策で入ってるんですけど、あれも地味に刺さるんですよね。ワンフォーワンとか入りますかね、ノイドに。ノイドの話ばっかりすみません。ワンフォーワンは入らないっす。あ、でも、まあ、好みですかね。ただやっぱみんな、まあみんな、やっぱ名推理、モンスターゲート優先ですよね。名推理チェーンでマスクかぶってダークロ、ヒーローシスベス、自信がない。今ヒーローはもう死んでるから。今彼岸に入ってっから、ダークロは。あの、エクストラパック発売日前日に、あの、カードショップちょっと見に行った時に、あの、中学生が超彼岸のパーツ買ってましたよ。あ、多分ダークロと今マスクチェンジセカンド買ったから、こいつ彼岸に入れるんだな、つ。デカトロン入れるかで変わる。デカトロン入れないなら普通にいらない。まあそうだね。デカトロン入れるならいらない。でもデカトロンそんな出したいかっていう。まあそっか。突破できなかったりするからね。デカトロンいないと。てかデカトロンが結構万能なんですよね。デカトロン出したら、墓地にルキフグスとか、その他もろもろ送って、その時の状況に対応してっていうことができるんで、普通に強いんですよね、あれね。紫インフェルニティ使えばいいんですね。インフェルニティは、まあ何もタッチされてないから。まあ、あれもダークロ入れれるよね。マスクチェンジセカンドで。サーチがないっていうだけで。じゃあ、141入れるんじゃない、入るんじゃない、141ってなんすか、ワンフォーワン。ああ。いや、だから、デカトロンを入れるんだったらワンフォーありなんじゃないっていうのと、別にいらないんじゃねっていう、意見ですよね。普通に名推理とかからデカトロン出した方が早いんじゃねっていう。まあ、名推理が来なかったらどうすんだっていう話は知らん。今、アークファイブのオープニング見てるけど、オープニングの切り張り感がすごいな、これ。あ、すごいよね。俺もびっくりした。なんか、今までの、なんか、10周年記念に、今までの主人公が全員出てる主題歌、オープニングを作るぞって言ったら、これじゃない感が半端ないからね。マットじゃん、これ。うん、俺は思った。マットじゃん、これ。これはさすがにひどいだろうって思った。せめて新規作れよって。もう明らかに劇場版の A 使ってんなっていうシーンあったからね。無理やり、そうそう。あれニコ動画引っ張ってきたのかなって思っちゃったもん。もうネオスの浮き具合がやばかったからね。新しく作られないのは元のままでいいじゃん。まあ、10周年記念だからなんかやらないといけなかったんですよね。で、まあ、アニメって、まあ、そうして制作期間長かったり、時間かかったりするんで。で、予算、ね、ちょうどあの、話数的に今多分スタッフが一番疲れてる頃ですから、作る余裕なんかないでしょうね。今までの主人公が全員出るオープニングになるぞって言った時に、あ、切り張りなんだなって、もう、なんか予想つきましたからね。ちょっと予想よりひどかったですけど。インフェルニティは、デスガイドノーマル召喚、マサイの戦士特殊召喚、ダンテエフェクト、マサイ送ってマサイエフェクトでトリデ落ちへ、トリデ SS でインフェルニティデーモンサーチから SS、 そしてデニスは融合次元であると知った話のエンディングにランサーズの中に普通にいる。あそこは作り変えてほしかったよね。でも来週から作り変わるんじゃない、
てかもうすぐ主題歌変わるんでしょまた。マサイはデスガイドをいい女にしてくれ。マサイはデスガイドを女にしたのか。何したのかな。インフェルニティにダンテ運要素絡むからいらない。インフェルニティにダンテ運要素絡むからいらない。相手の手札誘発あるか、ともかく、取り手 SS じゃなくてエフェクトですね。メインにギャンブル要素を積む必要はない。まあ、ガチ構築っていうか、大会構築だったら運要素はあんま排除した方がいいですよね。まあ、運に自信がある人はまあ、バイサシュバルスとかは、運ある人はやばいからね。UA にガイド貼って入るっけ。UA にはいらないっすね。てか、UA は普通に順で組むか、劣戦ぐらい、劣戦が欲しいぐらい。てか、ぶっちゃけあんまいらないんだよね。他のタイトル、カード。まあ、せいぜいフォトスラー、ちょっとリリース UA のフォトスラーが欲しいかなとかぐらい。墓地利用できるカードが砦、ヘルウェイ、ゼフィロスだけだし、そもそも召喚剣、ダイレア、週末、人によってブリキとか使うのガイドまで入れると手札がゼロにしづらくなる。まあ、モンスター増やしちゃうとゼロにしづらくなるからね。辛辣な意見ですみません。コンティニューコイン。あ、トムさんありがとうございます。あ、そうか、もうすぐか。2分半。まあ、実質1分半ぐらいですよね。すいません、コインください。ありがとうございます。メガさんありがとうございます。トムさんありがとうございます。満足味は安定性求めるんですね。なるほど。まあ、人によるっちゃ、とりますよね。この辺は性格出ますね。ランク3、まあ、ギャンブル要素強い満足味の人もいますし、まあ、安定度を求める人もいますからね。爆発力重視で、安定度を捨てる人もいますからね。ランク3のやつでファンタジスタ持ってくんじゃないの？ランク3のやつ、インボーカーですか？いらないんじゃない？ UA は UA で固めちゃった方が強いと思うよ。こじっけ。だが、コインが足りないと。まだお布施が足りないっつ。イグナイトとかの運要素とかも。あ、ありがとうございます。合格機が2回。受かるよ受かるよ君受かるよ。アメガさん、ありがとうございます。ちょっと人減ってきたんで、あれですかね。一回ツイートでつぶやきたいんだけど、これってツイートするのってどうやったの？投稿とかってか、あ、投稿だね。あ、ありがとうございます。マンシーを、マンシーを、本田さん。ありがとうございます。陰謀か。まあ、陰謀かもでも、あれだよね。わかんないけど、ファンタジスタにアクセスできるなら何でもするんじゃないのかな。あ、ごめん。ゆえの話する？で、俺も使ったわけじゃないからあれだけど、黒井さんが使ってたのを見ると、とりあえずゆえは1体出せりゃいけるっつった。何でもいいから1体出したら、あとはもう、そっから展開し続けれるから、あとはゆえスタジアムがないと死ぬっつった。とりあえず、スタジアムさえ割っちゃえば止まるっつった。ゆえスタジアム割られるとクソ辛いっつったから。イグナイトとかの運要素とか好きな自分から見たらいい考え方だなと思いました。いい勉強になりました。イグナイトの運要素って何？こっからは彼岸のお話に。あ、彼岸の話。ちょうど今彼岸の話だから彼岸の話かなと思って、そうやって打っちゃったんだけど。まあ今、UA の話するなら UA の話でもいいし、ノイドの話するならノイドの話でもいいし。今日珍しいね。ちゃんと遊戯王の話してんね。あ、こういうこと言っちゃダメだね。普段聞いてない人を呼ぶ込むための動画用だから。普段もね、普段遊戯王の話しかしてないよ。どうしたらモテるのかなとか一切話さないから。遊戯王の話しかしないから。ね、進路相談とかしないから。普段は。フラグ回収してない。若干回収したような気はしないでもないけど。一時期ガイドマサイ、トラッタン、コストマサイって考えちゃう。地属性あくまで旨味がない。悲願ちゃう。フラグですか？マイダを取って悲願島の。みんな、丸太を持ったか？フラグ回収してない。あれ？進路相談？頭が。ね、だからたまに真面目な話するとね、どうしちゃったんだ、豆腐って言われますから。うちの放送たまに真面目な話するよね。流れで。なんで遊戯王から真面目な進路相談になったりするのかわかんないけど。まあいいんですけどね。まあ誰かに役に立てればいいんですよ。哲学好きなんですか？あ、哲学好きだね。哲学も好きだし、なんか考えるのが多分好きなんだよね。昨日は私のせいです。あ、いや、全然いいんじゃないですか。なんか、あれですよ。僕たまに演説みたいになりますからね。昨日は何ですか？文化圏の違いでしたっけね。アメリカではお小遣いでないんだぜって話か。いや、それはこういう理由だかららしいよっていう話をしました。はい。ランク3で展開に使えるやついないかなって探して見つかるゼンマイティ。ゼンマイティ解除されたんだっけ？誰かゼンマイ帰ってきたよね。禁止制限のリストとかになかったっけ？取ってたと思うんだけどな。あ、進路相談とか人生相談を行ってもらった私。ゼンマイティは、制限解除されました。あ、ゼンマイティ帰ってきたからね、ワンチャンじゃねえかって言ったけど。イグナイト5枚回避強くて1枚減ってもスーパードロソの図書館が入ったから、運もクソもない気がする。図書館もね、初手で来るは強いんだけど、初手で来ないと、あと役に立たないんですよね。うん、
だから前半、加速して何とかしたとしても、図書館がいないから、てか手札が増えてない時があるんですよね。うん。で、後半、何とかワンチャンって言ってドローしたら図書館だったりするんで。この辺が運要素なんじゃない？わかんないけど。まあ、カードゲーム自体だいぶ運が絡むからね。遊戯王はまあ、サーチカード多いからそこら辺、減らせるっちゃ減らせるんだけど、それでもやっぱ、カードゲームであるんでしょうね。ある程度ランダムになりますよね。図書館で行きたくないことあるので、そういうのをひっくるめて自分的な要素かなと。まあ一番の要素はね、ギャンブルデッキですからね。我々は子供を叱るとき確か家に監禁。日本は逆に家に入れない。あ、アメリカとか多いもんね。外出禁止っていうのね。昔英語で習いました。思います。図書館で行きたくないのは、図書館しか積んでないのか。あ、だから昔、日本はその家を守る的な文化があったから、逆にほら、出家とかつって家を追い出されたりとかっていうのが多いじゃん。出奔とかつって、要は悪いことすると家を追い出される。要は、加盟がないと就職できなかった世界観だった。日本は倫理観っていうか、そういうお国柄だったからね。アメリカは自由の国だから、要は家に閉じ込められる、要は自由を奪われるっていうのが罰っていうことなんですよ。日本は要は家の名前、要は、まあ、権利ですよね。権力っていうか、っていうのが、全くない状態にされるっていうのが罰なんですよ。多分ね。肩書きがないっていう状況ですね。はい。残したいカードあるんで、ドローすんの？臨時収入が永続不安だもんな。ちょっと遅いっす。まあそうだね。エクストラバックはね、ちょっと遅いんだよね。僕的にはローズっていうチューナーがそうですね。あ、ローズはね、シンクロギミックか。なんで引きたくないの？ああ、残したいカードもあるんですが、それ以上にドローでアドを取るのが大切なんで、まあ仕方ないです。家を守るとかじゃなくて、引きこも、それは、違うやつだから。好きでこもってんのと、誰かに無理やり突っ込まれてるのは違うもの。それ同じにしちゃうと、刑務所に入ってる人も引きこもりになっちゃうから。禁錮刑とか食らってる人とかね。一歩も外出ませんからね。行ってはいけない。イグナイトはな、なんか一回卵さんが使ったのと対戦したぐらいだから。あんまり深いことは言えないけど。誰だっけな、誰かうちのリスナーさんでね、使ってた人がいて、その人から聞いたのは、図書館は後半来ると邪魔って言ってました。だって、翼さんだっけ？違うね。え、春猫さんだっけ？誰だっけな、やべえ、忘れた。結構キャスに来てくれる人はね、名前覚えてんだけどね。キャスに頻繁に来てくれる人は結構覚えてるんですけどね。さあ、というわけで、まあ、UA が欲しい方はね、そちらの方、フォローしてリツイートしてくださいっていう。今更まとめをし出すっていう。ちなみにこの、UA の、募集終わった後の終幕聖騎士伝説の終幕、およそ8枚の募集をかけますんで、ね、そちらもよろしくお願いします。ね、今日ショップ見に行ったら、あれ、1枚70円でしたね。インボーカーからローズ出してシンクロしてスクラップ作って、2体でヌトス作って、手札にブレイズマンがいたらそれ出して融合を持ってきて、2体でエクシーズからの、イクゾディア使ってたけど、初手に2パーツ来て死ぬのがありすぎてエクゾディア抜いちまった。まあ、エクゾディアはちょっときついね。ギャスもこれで終幕ですか？まあ、これで延長なかったら、まあ、てか、今日は本当延長が、できなくなるまではやろうと思うんで。ね、逆に俺もどこが終幕なのかがわからないんですよね。カッセルとか行って除去して、まあ、融合でワイヤーム出したらいいかなと思ってました。まあ、ワイヤームはね、ほんとうざいんだよね。通常モンスターなんか入れてねえよっつって。やっぱ対象に取れないっていうのはね、強いですね。対象に取れず破壊できない。コイン課金してこなきゃ、締めか。いや、無料のポイントがなくなったらやめときなさい。むしろそこに課金するよりも、アマゾンかなんかで、クソ安いなんか、お菓子かなんかを、なんか、プレゼント形式のやつで送ってくれると、僕たちやる気出ますよ。こじき。そうなんでね、なんか、一応、動画の説明文のとこに、なんか、欲しいものリストでしたっけ？ウィッシュリストでしたっけ？あれ公開するとなんか住所、なんか、注文すると勝手に送れるらしいんですけど、一件も来たことないですね。〇〇やってとか、文句は言われるけど、一回もああいうのは来たことないです。アーク5で今デニスが有効使ったとこ見てるけど、やべえなこれやつ。ライトニングに倒されないわよ。まあ、映像効果だからね。てか、デニスはよく今まで事故んなかったなと思いましたけどね。なんだっけ、初手で融合引いて、わぁ、引いちゃったよ、なんで抜かねえんだよ、お前。なんで入れてんだよ、今、シンクロ熱いっすよね。あー、熱いね。BF とか、ハイスピードローとか。アニメが融合事件行ったら融合系と熱くなるのかな。あー、多分そうだね。
てか監督が、5Ds の監督らしいんですよね。だから多分今、すごいシンクロをしたいっていうのもあるんですよね。多分。思い入れがある場所だしね。場所っていうか、ルートっていうか、部分だし。融合次元いったら、まあ多分融合系統を使う敵が多いから、まあ融合系のカードは増えるんじゃないですか。主人公たちが使うかってちょっとまあわかんない。次エクシーズ行くんじゃない？あ、行きそうですよね。今見てるとね。なんか、次の目的がなくなっちゃうから、ただ、今の2期っていうか、今の、次元編が、どのぐらいで終わるのかがわかんないけど、場合によってはもう早くここの部分を終わらして次のなんかシリーズっていうか、あれに行きたいなっていう場合はもう速攻で融合次元行っちゃうと思います。じゃあ、クレイドルもうちょいなんとかして。グレイドルか。でも次新規来るでしょ？ウィングレイダー出るし。俺もエクシーズ行くのかなと思ったけど、なんかアニメの様子見てるとやったらとゆっくりやってるから、このまま融合次元に行っちゃうのかなと思って。まあ、エクシーズ次元行くと思っても多分、滅んでる場合じゃなくて、多分、ユートに会わなきゃいけないから、過去に飛んで、ユートに、過去のユートに会うみたいな感じになるんじゃないかな。そうすると、生きてる頃の、ユートに会えるから、現役資産のカードも増えるしね。下手すると今週黒崎死ぬんじゃない？黒崎消えるから、ついでに黒崎もね、過去編だったら出せて、一石二鳥ですよね。次の回でユートの声優の名前が出てる。でも、あれじゃないの？回想じゃないの？また、ユートとユーゴの声優一緒ですからね。現役師団、ごめん。エクシーズ汎用になるのやな。面白いんだけどね、ランク4じゃ、レベル4じゃないのがちょっと今のところきついよね。レベル3だからね、今ここね。イグナイトは個人的にエクシーズ幅広いランク作れますし、シンクロ融合もできて、クトゥルフと相性いいので使ってたのし。イグナイトはやれること多いね。ノーマルっていうのもまあ好印象ですね。あいつらシンクロする気ねえだろ。よう、でもほら、ユーゴじゃない、ユーゴか。まあ、ユーゴはほら、クリアウィングをひたすら守るっていう形式だったじゃん。頑張ってたじゃん。俺もアニメ版見てびっくりしたよ。まあ、クリアウィングをひたすら守ってるとこいつ。デュエルで笑顔を。そうだね。多分そんな感じの回想が出るんじゃない？落ち着くんだ、みたいな、なんか、幻影を見るんじゃない？初対ユート見れるのですね、女子には特に。初対なのかな？どうだ？ユーヤから分離するんじゃない？あー、それもあるかもね。一緒ちゃうで、双子。あ、そうなの？双子なの？ガイド出せるのが問題。ガイド制限不可避から。双子なんだ。てっきり同じ人使いましたのかと思った。個人的にデュエルターミナル次元も出てきたら面白いなと思いました。あー。てかもうちょい背景ストーリーをもうちょいチャカチャカやってほしいよね。コナミはね。デュエルマスターズになるの背景世界の漫画とか出しゃいいのにね。なんでそこやんないのかね。ねえ、ギャザとかももっと漫画とか読み物いっぱい出してほしいですよね。ギャザはストーリーすげえ好きなんでね。てか、マスターズガイドだとストーリーがすげえ追いづらい。現役者のエクシーズは、悲願だとマデッキラインのスクドラって感じ。GX っぽくなるビジョンが。あー、今それはもう見えてますよね。満足次元、俺たちの満足は。これからだっつって。敵で人気だし、なげ、公式の動画にも出てたから、満足さん出ると思ったら出なかったっすね。BF 強化されるから、リゾネータも強化されるといいな。リゾネータはもう強化されてんじゃない？あ、うん、まあ、追加で新規っていうことであれば、まあ、この後多分ジャックと再戦するから、主人公が。そこでまあ、新規リゾネータは出るんじゃないですかね。てか多分、レモンの上位系も出るんだと思うよ、そこで。バーニングソウルをまだやってないから。本日の舞台は、ドラゴンセーバースだ。やれるもんならやってみろ。青龍。全盛期だったら無理だな。ユーヤとユーリは一緒だった。ああ、そうそう、そっちは一緒だよね。小野賢章でね。え、小野賢章じゃねえ。え、小野賢章で合ってる。キリュウコスのインフェレンティモンスターを新規パックで強化に。遊戯王も一応なんかこの、マスターズガイドに一応ストーリーが載ってるんですけど、遅いんですよね、出るのが。あとそこまでは、なんか、知ってんだよ、みたいなとこしか載ってなかったりとか、ってか、読み物が短い。カードリストとかもぶっちゃけいらないから、ストーリーの方、だけの方を出してくれって思うんですよ。それに得点でカードつけろよって思っちゃう。キリュウコスのインフィニティモンスターを新規パックで強化枠に。まあ、中の人が多分表紙なんじゃないですかね。ブラックフェザードラゴン新規。月下流って言うんじゃないですかね。スカーライトの傷が癒されて普通のレモンに弱くなってる。悲願が一時代築き上げそうですよね。まあ、海外では築き上げてるから築き上げるんじゃないですか、日本でも。インフィニティサティスファクションですね。わかります。クソ長い。新しく出てきた。
満足さんはインフェルティサクション、サティスファクションっていうクソ長いモンスター、略して IS ね。IS デーモン召喚です。全員女の子なんでしょうね、多分。インフェルティサティスファクション。長いね。でも、新規出るとしたら多分そんな感じの名前なんだろうね。多分インフェルニティを新規追加で強化しようとすると多分そういう名前なんだろうなと。ああいうらせたら面白いからもっと出してほしいですよね。無理か。そうだね。流星とシャドウルとテラナイトとクリフォートは多分同じストーリーなんですよね、あれね。あと霊獣か。霊獣は多分同じストーリーなんですけど、あのストーリーをちょっと把握したいんで、公式見解は早く出してくんねえかなっていう。バックジャック、ナンバーズハンター、光の創造者のパターン的にテーマ名称はもらえなさそう。ご本人がっていうこと？違う、アニメのアサルトブラックフェザーみたいな新規が来そうじゃない？インフェルニティは。それでアサルト BF だしね、レモンの場合はスカーライトでしたっけ？でしたしね。ストーリー本早く、ストーリー本早く出してほしいよね。ギャザも一時期漫画で出してたじゃん。電撃文庫かなんかとコラボして。V ジャンプあんだから V ジャンプから出せよって思うんだよね。ていうか、ゼアルと、5Dを同時連載してて、両方終わって今アーク5しかやってないんだから、そこにぶち込めようと思うんですけど。IS、どこかでそんなアニメ見たような。まあ多分、全員女の子なんでしょうね。レラの CV は多分花沢さんじゃないですかね。霊獣ネクロス、ノイド。霊獣はガサの慣れ花の果てでしたっけ？なんか子孫みたいな感じなんでしょうね。見た目的に確か。てか基本的になんかクリフォードがみんなを食ってるっていうストーリーだよね、あれね。多分。クリフォードじゃねえか。なんだっけあれ、シャドール？シャドールがいろんな世界のなんか何かを食べてるっていう話なんですよね。うん、ストーリー版欲しいよ。うん。マッサズガジョなんてクソくたらねえもん出してねえで、そっち出せよって思っちゃうんで、ね。もう知ってる情報しか載ってないじゃん、だってあれ。いいよ、バリアブルブックあるから、カードリストなんかどうでもいいから、ストーリーを載せろよ。じゃあ、沢渡さんはネオフレンベルのようにネオ沢渡。でも魔界劇団が今沢渡さんの専用テーマみたいな感じですかね。カムイじいちゃん。カムイじいちゃんね。魔界劇団も出るんでしたっけ新しく。魔界劇団は先週新規がめっちゃ出てましたね。次のブレイカーズシャドウでワンチャン魔界劇団出んじゃない？か、今のところ調節が難しいから出せないのか。どっちかでしょうね。あの話の結局ティエラ出てきてどうなったん？わかんない。俺も知りたい。だから早くストーリー本はよ。公式からストーリー本はよ。てか、デュエルマスターズってさ、意外と背景ストーリーって売れるんだなっていうのが分かったんだからさ、遊戯王を真似ろよって思ったよね。だって、ヴァンガードとかも背景ストーリーの漫画出てるでしょ？確か。光属性がむしろ悪。遊戯王でよくあるし。ていうか、バディファイトなんかもまんまだもんね。むしろサイドストーリーっていうか、あれがアニメになってるもんね。確か。光属性がむしろ悪。遊戯王ではよくある話。まあね。シャドールが戦死者を操作。なんかどんどん食ってくんだよね。なんか取り込んでくみたいなね。クリフォートアセンブラーあれでしたっけ？ DT の世界を繋げるための担い手なんですよ。なんかそんな裏設定があったらしいね。クリフォートは DT 世界のセキュリティだった記憶。遊戯王が真似るのは数年後やで。それが真理だよね。登山ファン取り込むために枠削ってるから厳しそう。もしかしたらデュエリストパックで出んのかもね。6分のヤリザが主人公のショートストーリー好きでした。今思い出しました。あったね、そんなのも。てか、ああいうのさ、少なすぎるんだよ、マスターズガイドで。2ページぐらいしか取られてないじゃん、あれ。見開き1ページで、じゃあ1つのストーリー紹介しました。終わりっつって。いや、もっと紹介しろよっつって。しかもカラーページじゃないっていうね。ぬるー、仕事しろね。おつおつ。ぬえさん、お疲れ様です。残業かなっつ。つまずきの話好き。コレクターズパック出そうとかでしょうか。コレクターズパックは出そうだけど、デュエリストパックで、幻想とか超常武者とか、なんかその辺の出てないやつを救いが出そうだよね。ラータマがこの前出たからオベリスクとかオシリスの新規も出そう。オベリスクとかオシリスってなんか違う形態あったっけ？まあラータマは一番弱かったからまあその救済もあったんじゃないですかね。SS 一時期ハマってた時思ったのが、モンスター主人公の SS ないなと思いました。作りづらいんですかね。ゲームは多分そこまで想像が広がらないんですよ。結局、ショートストーリーって、キャラクターがあってそいつを動かすっていうだけなんで、もう人の既存の設定とかに乗っかって作ればいいんで、まだ楽なんですけど、一から、その、キャラクターの、性格設定とか全部やんなきゃいけないんで、結構難しいんですよね。オシリス、オベリスクはなさそう。まあ難しそうですよね。スイスラを出しやすくするための新規は来そうですけどね。ゲンマの扉はよ。ゲンマの扉あったね。指先の感覚が。
ディとか。カイジかな、もしくは。ワイトのショートストーリー好きやで。オベリスクに惜しいですが巻きついたりしなかったっけ。あー、あれでも攻撃方法であって形態変化ではないんじゃない。ラーはもうちょい強化来るかもね。マリックみたいなやつが来てそいつと融合とかできるかもよ。このモンスターが除去られた時あなたは敗北するみたいな。てか次何分でしたっけ。コインねーつ、あ、誰かコイン持ってる方はコインください。オベリスク、ガエルでよくね。まあガエルで OK じゃないかな。ゴッドフェニックスみたいな。まあそうだね、ラストみたいな感じでね。獣を踏み倒して出ることを足す。コインねーつ。それそれ、まだ私が動く時ではないコインで。ありがとうございます。もう私は寝るので投げません。疲れ様です。まあもうシルバーウィーク終わっちゃいましたからね。まあ、ありがとうございます。メガス、無理しないでくださいね。ありがとうございます。これでできたのかな。まあシルバーウィーク皆さんどうでしたかね。ほら続けてどうぞ。あ、マルさん、ありがとうございます。ほんと無理しないでくださいね。シルバーウィークどうでしたかね。皆さんはエンジョイしました。大会とかあったと思いますけどね。もう眠たさもある。まあそうです。明日だって学校の人とかもいるでしょ。普通にシルバーウィークは社畜の王。あれ、この枠に付き合ってたら本当に寝れなくなりそう。もう中学生からしたらかなりオールナイトニッポン聞いてる感じだからね。俺昔オールナイトニッポン聞いてたわ。めっちゃ夜寝ないで聞いてた。で途中で寝ちゃうんだよね、聞きながら。明日仕事休みです。おー、よかった。おめでとう。おめでとうって言っちゃっていいのか。まあゆっくりね、お休みください。まあ花の金曜日ですからね、結構いろんなとこ行けるんじゃないですかね。シルバーウィークは川にキャンプ行ったらのぜ。おー、いいな。俺も若干社畜気味でしたね。っていうか仕事をなんかまだ慣れねえっつって。っていうか合間合間の出勤が離れすぎててやばいっつって。俺は仕事、秋葉に行ってカードショップで仕事遊びの仕事先の PC で表作成。Excel 作成は意外とね、大変なんですよね。シルバーウィークは寝て、ピアノ弾いて、勉強して、ツイキャス見て、寝る、最初に戻っていいかループ。あー、いいなー、エンジョイしてんね。マックゲットしましたか。よかったー。ありがとうございます。みんな大丈夫かなっていうちょっと心配ですよ。まあラジオっていうのはね、聞きながらバタって寝ちゃうっていうのはね、楽しいですからね。昔僕も学生時代はね、オールナイトニッポン聞きながら寝ちゃったりとかしましたからね。ドライブ行ってプラモ作って終わり。お、なんかリア充っぽいのかそうじゃないのか微妙なラインだね。でもドライブって聞くとなんかこう、これ3時間やりますよ、このギャス。あ、もうそんな行く？私は家に帰って湯を組むのだ。お、湯組みな、組みな。湯はね、強すぎもせず弱すぎもしないからね、結構ちょうどいいんだよね、強さ。友達とやる分にはちょうどいいんだよね。ね。ただガチ環境の中に突っ込まれるともう無理、ぽっていうしかない。プラモとドライブですね、わかります。いやー、いいなー、炎上したな。ドライブってリア充っぽいよ。てか、ドライブが趣味の人にさ、聞きたいんだけどさ、どこ行くの？みんな、ドライブって。男友達と出かけるとさ、まあ、飯屋行くかとかさ、オタク友達と出かけると、じゃあ、なんかアニメショップ行くかとか、ゲーセン行くかだけど、リア充はどこに行くの？ドライブで。充電器させてるのにだんだん電量がなくなっていく。まあネットを繋げてると結構電量食いますからね。地元のショップで UA で行って、味方フルボコにしてきた。UA はね、打点高くなってくからね、味方きついんだよね、地味に。海。リア充っぽい。どうでもいいですけど、メッサーラってスレンダーで美少年ですよね。え？市役所で婚姻届ですよね、わかります。リア充はドライブで、結構、市役所に行く。何しに行くの？婚姻届書くの？かくいい？美味しいイタリア料理食べたりしてた。おー、リア充がいるぞ。おい、リア充があるぞ、ここに。出会い出会いつって。物とも出会い。うちのリスナーに裏切り者がいるぞ。いいじゃねえか、イタリアンぐらい。家族ってね。あ、なんだ。じゃあ、OK です。解散です。あ、許されました。今、六部衆ののろしが上がってましたね。スピード結婚すぎる。今日ドライブどこに行くの？市役所。え、何しに行くの？お前と結婚すんだよ。かっこいい。イケメンが言ってたら、まあ、結婚しちゃいますよね。ね。まあ、ブサイクが言ってたら、そのまま警察署ですよね。おまわりさん、こいつですって言われちゃう。武将さん、こいつです。そうだ、遊業的だね。
本人から、本人からエクストラないから相手が味方と勘違いして味方ミラーと思い込んでフルポコリした。ああ、そうだよね。UA も味方と同じでエクストラ使わないからね、連中もね。てか、UA スタジアムで打点が上がってってパーフェクトサライか、違う、パーフェクトエース立てられるとほんと辛いんだよね。てか、28打点を超えられちゃうと微妙に辛いんですよね。なんかすでら、やめなさい、つ。もうちょっとひねりなさい。遠回しに下ネタになってるとかね。遊ぼうにも遊ぶ友達がいないけど、社会人になるとね、なかなか遊ぶ友達難しいよね。なかなか休日が合わなかったりとかね、して、なかなか遊べなかったりとかしますよね。タコのグラタン食べたけど、知ってるグラタンじゃなかった。あ、美味しそう、タコのグラタン。タコ大好き。基本的に魚介は割と外さないからね。奴をデュエルで拘束せよ。昇進確定だ。結婚式に向かってる俺を止めれると思ってんのか、って言って。おもむろに車が変形して。ファンカステラカステラファンクラブでは、つって。毎月1回の、会合が、つって。ノーエクストラで、味方と思わせてカスレグゾ使いましょう。エスカルゴみたいだった。へぇー。そうなの、エスカルゴ食ったことねえな。うまいんですかね。社会人になって今まで行ってたショップは行かなくなり、違うショップで遊んでる。ああ、まあ、ルートが変わっちゃうとね、行きづらくなりますからね。あ、でも仕事行ってると、行ける時間が変わってくるから、それによってはまあ、こっちのショップの方が近いよねとか、こっちのショップの方が、なんか、遅くまでやってるから、いいよねっていうの変わっちゃうよね。カスゼラ1番、電話は2番、3時のやつは文明人。人を乗せたままトランスフォームとか、黒すぎる。彼女だけ走らせるじゃないですか。自力で。まあでも UA はね、いいっすよ、今。安く組めるし。まあでも組んだの見てみて、なんか、エクストラいらねえんだ。まあじゃあ安く組めるな、それって。まあ割といいテーマかなと思いました。充実はしていた。ああ、充実してんね。いいな、羨ましいな。遊戯王の日のプロテクター欲しい。ああ、あれいいよね。あれ普通に売ったらいいのにね。なんか、しかもあれ10枚しか入ってないんでしょ。なんか、ユートとユーゴのなんか2種類が用意されてて、で、ユートの方はダベリオンと映ってて、ユートとユーヤだ。他がいて、何でしたっけ、ユートがダベリオン、ユーヤが、なんか新規のシンクロモンスターっていうね、ちょっと微妙なラインナップなんですよね。ユート一択ですよね。これがユーヤの後ろが、オッピーだったら僕は全然ユーヤを選びますけど、新規のシンクロモンスターとかどうでもいいんだよ。正直ね。いや、強いんだよ。強いんだけど、まあ、それがスリーブで欲しいかっつったら、オッピーの方がいいよねっていう。しかも10枚だからね。どうやって遊べるんだろう。どうでもいいんですけど、X7 入りますかね。ご用来るんで、いきなり。どうなんだろうね。でもなんかご用別のテーマで使われちゃいそうな気がするんでね。X7 はなんか、まあ、強化来たけど、ちょっと今、微妙だよね。使ってるやつ死んじゃったっていうか、いなくなったっすね。20枚なの。プロテクター。でも、どっちにしろ足りないよね。前のメンツがだるいから、新しいメンツでいる。おー、乗り換え？ただ、VG の相手が、シャドーパラグレニュース三重視とかが相手。今のガチデッキじゃないですか。やだ、売りましたら、ベアチリーチェと同じ、マスロフラグですね。後から欲しくなるんですね。わかります。ユーヤが、バック表紙のゴミ。いや、ユーヤがパックはいいじゃん。ユーヤはいいんだよ。モンスターが問題なんだよ。ユーとかダビリオン。そうそうそう。この組み合わせが最強じゃん。なんでこのパートナーにしなかったの？なんでユーヤの方はひねっちゃったの？お前。バカなのか？2014、効果弱いけどイラスト好きだから欲しいけど、ユーヤの映り方が悪い。効果、まあ、強くね？あれ。まあ、軽眼がいなくなっちゃったからちょっと使いづらいんだけどね。2014夏の午後はツタヤで常連なので、約600枚近くもらいました。もらいすぎだろ。シンクロ魔術師、インフェルティーが回収できるけど、何がゴミっつって。まあ、普通に強いんですよ。普通に強いんだけど、それが一緒に映ってたらいいのかっつったら、どっちかっつったらね、まあ、ユーヤだったら、ダベリオンか、ダベリオンじゃねえ、オッドアイズ、リベリオンか、が、オッピーが良かったなっていう。てか、時点であれだよね。なんか、新規のオッドアイズフュージョンとかでもよかったよ、最悪。ねえ、なんでそんなことにしちゃったんだよね。20じゃなかったっけ？足りないね。足りないね。波。泣き。満足にはどんなカードに利用してきそうで怖い。けど、オスとユーヤは。オスじゃねえよ。オッピーだよ。オスなんか誰が使うかよ。いや、弱いでしょ。100円前後安定しそう。
まあ魔術師でしか使えないからね。ただ今魔術師自体がちょっと流行り気味ではあったから、どうなんだか、まあレートがわかんないよね。けどまだ MM が残ってるから、そこと混ぜて作られちゃいそうで怖いんだよね。そこと混ぜて、なんか、悪い使い方がされそうっちゃされそうなんですよね。うん。100円はないかな。まあでもテーマでしか使えないけど、魔術師自体が割と人気があるから、もうちょい高いんじゃない？スターライトと同じぐらいにはなるんじゃないかなっていう。まあだけ魔術師を使って素材にしないといけないから、そこが怖いんだよね。てか、軽眼が残ってれば、多分、値段上がったと思うんだけど、警官がいないからどうなるかがちょっとわからない。で、調律の魔術師自体は来るから、そっからなんかあるんじゃないかなと。そっからなんか追加で何かが来るかなっていう感じ。弱くはない。汎用性が狭いだけ。まあそうだね。結局テーマ単体で見ると強いんだけど、ちょっと汎用性っていうか他のデッキにも全部入るかって言ったら入らないからね。ボルテックスドラゴンと同じですよね。とか、ラスターピーと違って、いろんなデッキに入るわけじゃないからね。ゴストイ140枚、世界200、海脈120、ラット160、神戦100、ブラマジ70。もらいすぎだろ。MM はバルブ使ってルーラーナチュビーフレシアの盤面が使われるとか聞きましたよ。どんな場だよ。今度こそ寝ます。おやすみなさい。おっすおっす。おやすみ。頑張れよ。魔術師上下 P カード、ラクレ調律で。マジか。調律強いね。調律はまあちょっと今あるかな。僕今日行ったらバルブ50円でしょ。傷知りませんです。まあ、平均レートはだいたい300から400ですよ、今。店によってはまだ、価格変えてないとこもあるから、そこは安いんだと思う。ナチビもバルブも安いならいいけど。まあ、今はまだ安いですよ。うん。環境がまだ安定してないから、これで安定しだすと多分、なんかよくはない使い方されたりとかすると、値段上がったりそうだけど。てか、シャドウロが復元してくるとめんどくさいね。ナチビなら俺はアメリカファーストシークレットあるし、大丈夫だよ。大丈夫なのか？ダクレ調律コスト取りで、墓地取りで、エフェクトデーモン、デーモンパス、デーモンエフェクト。バブル？バブルなのか？自力で脱出を？無言の腹パン。今は昔のヒーローではない。まあ、シャドミーが言ったのは本気で痛かったね。せめて純正弦ならまだ回ったけどって感じ。マスチェーン持ってこれないのと、あとダークロになるための素材が同時に失われたに等しいですからね。だからせめてプトレが残ってたら、まあバブルマンが戻ってきたからワンチャンかなと思ったけど、まあプトレがいなくなっちゃったからね。今ヒーローどうなったん？大会シーンからは消えたみたいです。だ今生き残ってんのは割と軍用割拠とかで相手縛りながらこっちは戦士族しか展開しないみたいな戦い方をするデッキが増えてるね。ホープからライトニングまで行くっていう感じ。ホープとライトニングが主軸みたいな感じ。マンサーサーチータクレデーモンチェインヘルウェイヘルウィン、バブルイリュージョンメインにするしかない。バブルイリュージョンをメインにするって。まあヒーローは 100% から 80% になったっけ。いやーもうちょい減ったんじゃないですか。プトレも行ったのはちょっと痛かったよ。結局展開、4軸の展開力で勝てるかっつったら、MMA に勝てないですからね。で、MMA に唯一勝てる部分だったダークロっていうのがいなくなっちゃったんで、だいぶきついんですよ、今、ヒーローは。出せないこともない。だが、うん、まあ、ね、っていう。前考えたけど、ライトニング3積んでぶった切るデッキとかどうなんだろう。まあ悪くないんじゃないですか。だったらホープデッキにした方が早いような気がしますけどね。調律調律マンサーデーモンで、オメガチェインデッドスムースデーモン。アライブが行くと思ってました。今回はガチでヒーローを殺して悲願売らせに来たと思いました。まあ、ヒーローはまあ、てか世界大会で記録残しちゃったから、そこだと思うよ。俺は試合午前試合と軍用掛けをゆえに積むんだ。やめろ。おいやめろ。SS インフィニティガンサーチっていろいろできますよ。なので今回のサイトはダークロ潰すんじゃなくてダークロとランク4の場面を潰したかったと思ってました。ダークロを潰したかったら多分ダークロを制限にすると思うんですよね。ランク4の場面を潰したかったんだったら、ランク4の場面を潰すっていうのは多分違うと思うんですよね。だったら多分そういうランク4の展開を補助してるカードっていうのは多分制限とかにしたと思うんで、結局、プトレを活かしたのは、結局、プトレで6枠丸々あれで取られちゃうっていうのと、みんなプトレしか出さないよねっていうので、多分それで行ったんだと思うんですよね。だから、世界大会で、結局、優勝者の人が、プトレ最強です、みたいなことを確か言ったらしいんですよね。それで制限に行ったらしいんですよ。うん、ダークロは悲願でも使いましたね。そうそうそう。でも、悲願で使えることなんかどう考えたってわかるわけだ。わかるに決まってるんですよ。コナミなんか。だって、海外で使われてるんですから。すでにね。悲願使われてダークロを立てるよってデッキがもう海外の時点で流行ってて、それで日本でももう発売前からマスクチェンジセカンドが売れてたりとかしてたんですから、
コナミも分かってたと思うんですけど、まあ、やらなかったのは多分世界大会で、なんか単純にヒーロー強かったよねっていうので、っていうことだと思いますよ。あとはプレアーザ等々がひどい。そこまで考えたのか分かんないけど、まあ世界大会だからじゃない。コンマイコンマイコンマイマイコンマイコンマイコン。てか、コナミは基本的に世界大会の状況を見て、それで、なんか、禁止制限選んでる部分がなんか多いなーっていう見てて感じがするんでね。大嵐をハーピーにしたっていうのは多分ペンジラも売りたかったかなっていうのはまあ見えたんですけど、それ以外は基本的に世界大会とかその大会でよく見かけるものを規制していくっていう形が近いのかなって。世界大会今回ひどいな。まあ、世界大会だってクリフォとヒーローと、なんだっけ、あれ、テラナイトしかいなかったですからね。プレアーザトートと似たようなことはジャンドでカラミティ出せば似たようなことできますよ。まあそうだね。手間がすごいけど、まあそうなんだよ。その手間をプレアーザトートはもっと簡単にできたから、多分、これはやばいんじゃねって言ってたんだよね。ハーピーペンデラはどうこうみんな言ってるけど、俺は旧プレイヤーの取り込みを目的もあると思う。旧プレイヤー取り込みたかったら、いや、それは、どうなんだろうな。旧プレイヤーも結局大嵐同時に出てたから、そっちも、結局旧プレイヤー的な、意識できると思うんですよね。旧プレイヤーの取り込み自体は、レッドアイズとか青眼とかを新規で、カオソルダーとか、次だとバスターブレーダーか、とかっていうのを、アピールしてた方が多分強いんですよね。初期押ししてるからこそのハーピー。あくまで僕個人抜けとしては、ハーピー戻ってくるんだってよ。じゃあ遊戯を復帰しようって言った、つったら、そんなにないんじゃねえかなって思っちゃうんですよ。まあでもハーピーは多分、売りたかったんだろうな、パックをって思っちゃったんですね。その直後に再録するって言ったから。遊戯パック、闇遊戯パックがあったじゃないですか。あれ売りたかったんだろうなっていうのあると思うんですよね。まあ僕はね。そう、ハーピー使えると戻ってこよう。まあもしくはこれ買えよ、つ。懐かしい、買ってみよう。お、ハーピーの貼り巻きだった。禁止カードなんだ、使えねえぜ、つ。今使えるらしいぜ。マジか、ちょっとやろうかなっていう、部分はあったのかもしれないね。あ、なんか遊戯のパック出てる。懐かしい買おうかなっていう。なんか羽ぼうき出ちゃったよ。禁止カードじゃねえこれ。あ、今使えるらしいぜ。マジか。ちょっとやろうか。まあ、まず買わせるのが難しいんですけどね。これから始めるとか、またやり始める人には漏れなく1400円とどのデッキにも仕入れて、敷いてくる。遊戯表紙は賢いよな。うん、賢いね。てか遊戯デッキがちょっと前出たじゃん。伝説のデュエリストのボックスでしたっけ。あれ賢いよね。羽ぼうきって何年ぶりの解禁ですね。どうだっけ、ね、なんか、相当古いんじゃないあれ。使うと強い、使われるとなく、簡単。今回ひどいって、ソルチャで5枚蘇生よりかはマシでしょ。ルルミスはひどい。ソルチャで5枚蘇生でできなかったっけ。まあ、ルルミスに関しては、クリフォートが吹っ飛ぶっていう。昔のパック全部遊戯をしたから。あ、そうだったね。昔は全部遊戯をしちゃったね。たまごさんの家で、イケニエ封じの仮面ないっすかねつって、一緒に探してたら、昔の、缶に入った遊戯王のカードとか出てきて、ムカムカとか、なんか一つ目のなんかスーパーレアのやつとか、マンジェスーパーレアだったりとかして、こんなのにスーパーレアの枠使ってたのかよとかですね。なんか融合モンスターでスーパーなんだけどバニラっていうのがありましたよ。カーソーブアヌビスの、表紙が好きだった。あー、いつ頃からなんだろうね、モンスターが表紙になったの。GX かな？かっこいいね。創精神とかありましたよ。イケニエ封じは昔ネタにしまくったな。イケメン封じって言って遊んでた。あー、マットであったよね、確か。よくできてんなと思ったマットで、なんだっけ、なんとか遊戯の全力ロードっていうのがあって、なんか、漫画版の戦いを大体追ってくっていうのがあったんですけど、それでなんか、仮面兄弟戦でイケメン封じの仮面つって言ってやってましたね。5分ぐらいで漫画版遊戯王が大体わかるっていう内容でしたね。僕の覚えてる表紙のモンスターはこんぐらいですかね。ああ、創世神ってあったっけ？そういえば家に15周年記念の遊戯王のパックのポスターがあります。マジか。ザ・クリエイター。ああ、あったね、そんなの。ザ・クリエイターか。てか、昔のモンスターって言ったらエグゾディアのパッカー、ストラクなかったっけ？エクソディアみたいなストラクなかったっけ？なんか CX の時。俺やってなかったからさ、その時。やってなかったっていうか、引退っていうか、いや、なんか離れてた時期だったから。エクゾード、そう、裏渋谷駅。あ、そうなの？
なんか、もう一回やろうかなーって言ってた時に、なんかたまたまそれだけ売ってて、こういうのあるんだ、つった。なんかエクソディア見てて、かっこいいな、これ買おうかな、つってて、友達にやめな、それ弱えからって言われた。5Ds 時代でしたからね。エクゾディア全く関係なかったけど、なんかなんか絵柄がエクゾディアそっくりじゃん、あれ。ザクリヘルポエマーとかね。あ、そうなんだ。スティンクス強いデッキ。なんかあれだよね。ヘルポエマー表紙なんだ。多分 GX からだよね、パックにモンスターが映るようになったのって。てか 5Ds はな。僕フェルグラのデッキ買ってそれで遊戯始めました。あ、そうなんだ。フェルグラってあれだっけ？ GX のデッキ覚えてないや。ただ CM が印象的だった。え、そうなの？今の CM のさ、CG 使ってんの超かっこいいよね。GX です。あ、やっぱ GX。なんかあれだよね。GX の時のストラックってなんか、全体、紙で覆われてて。あ、やべ、あと1分だ。締めに入りまーす。ごめん、盛り上がったとこでごめんね。締めに入りまーす。懐かしトークが盛り上がったとこで。はい、まあ、ここまでお付き合いありがとうございました。結局3時間やったね。なーげ、俺これ編集すんの？やだよ、俺。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。